なんだこれえ何これえ え、なんで非公開になってるん,んだこれ <coughs>。うん？なんで？なんで非公開なの？え、なんで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 ？なんで,なんで公開するってこうなってんだよ。えー？ んっ <laughs> <laughs> こんばんはちょっと待ってなんか変になっちゃったよこんばんはこんばんばはなんか変になっちゃったな何か非公開になっちゃったな、うん、ちょっとね花粉が 風呂出た後絶対にくしゃみになるんだよ。俺の今、録画残ってるないよね、大丈夫だよね。こんばんは。こんばんばはこれがね、重要なんですよ、この消しゴムがんんは。無理です。RG はありません <laughs>。やる予定あります、今のところ。大丈夫だね。 いや、これ、墨入れ消すのに、これみんな使ってんじゃないの違うのああ、どうしようかな。コメントをこっちに移すか。カメ,ラカメラをここにするか。も俺も久しぶりに使ったもの。も、ものだって。とうとうじゃん、もの。<laughs> こないだ、この間買ったんだよ、ビッグカメラで。 いや本当に新生活、皆さん始まりました新入社員来たよ。今のところ、まあ大丈夫。1人を除いては。今のところ大丈夫ね。1人を除いて。いや、本当だよね。顔出たら困るよ。もう顔出たらもう配信終わりだ。もうこれ以上配信はできない。 今のところ、まあ、大丈夫そうですかね。あ、いるねいるよ、いるでしょうね、おそらく。一 <laughs> 人、こんばんは、一 <laughs> 人、あのー、連れてかれました、別室に。なぜか、研修中に。 居眠りしたからバカローがいたから <laughs> マジでいや俺司会だよ俺司会やったよちゃんとやりとけだよいやいやいないみんなのとこはマジ学生気分のやつほんと多いからほんとにどこも多分そうだと思うよ新入あれ緊張してたのか知らないけどいましたね 別室に課長が連れてった。しょんぼりして帰ってきたから、多分怒られたんでしょうね。ね、あの目つぶってたんですよ、研修中、けあの司会、俺、あの入社式終わってで、その後にこれからのね、今後の予定とかいろいろやるじゃん、7時までやったんですよ、一応定時の7時まで。部,部長に教育受けたのかな で、その間に、どっかで、どっこだったかな、別のね、なんか、組合かなんかの人話してたときに、目つぶってたらしくて、ああ、そうそうそう、なんかね、あれ、ネタなのかな、本当なのかな。ね、目つぶってたし、組合の人話してたら、それを見た課長が、肩叩いて、終わった後に呼び出して、怒ったらしい。 そりゃそうよ。ふざけてんのかよ、ほんとに。ねえ。初日にさ、んこんばんは。初日にね。俺だってさ、司会終わったらもう帰りたかったよ。いや、なんか休憩中かなんかで、あの、怒ったらしい。俺だって司会終わったらさ、スマソロの北斗の家、うちに来たかったよ。Twitter で話題になってたけどさ。 スロットのね、あの20年前の初代の北斗が復活したっていうか、うちに来たかったけど、我慢して夜9時までやったんですよ、あ、ちなみに明日行きません。明日したあさって、いて行きません,、うん。緊張ね、本当に緊張がないんだ,だから、最初だけ緊張感、あとみんな、まだみんなこう、仲間でいるから、20人ぐらい仲間でいるからさ、ちょっとね、なめてるわ。なめてますね。うん そうそうそう。そうエーペックス <laughs> ということで、こちら、初めてのね、雑談とね、ガンプラ作り、ガンプラ作りながら配信。これからこういうふうにあるかも。雑談するだけの時もあるけど、ガンプラ作りながら雑談します。こちら、ハイグレードのね、あの100人、オーバー並んで、俺の2人目の前で買えなかった、エアリアルね、 こん,ばんはこんばんは。作ってみようと思います、残りを。あの、正直、もうね、あの今まで作ってたんですよ。まあ、皆さん知ってのにしり。ああ、こうか。こうなのか。こうね、こうね。もうね、あのどう、あの一通り完成、あと、武装だけちょっと作ってないんで、やります。うもう、あの、一人でね、あのー、パチパチと作ってたんですよ。 最初からじゃないんですよ。そうね。あの、この、これ、このバスターをね、ここをね、作らなくちゃいけない。ニューガンダム、ニューガンダム俺持って、ニューガンダム好きじゃないのよ。なんでかっていうと、あれ、後ろなんかトタン屋根みたいなのついてんじゃん、ファンネル。あれが嫌いなんですよ、ニューガンダム。なんかトタン屋根に見えてね、なダサいんだよね、ニューガンダム。だったら、ギラ動画とか、ヤクト動画とか、あのー、あれがいい。 投げ線したら。トタニヤネかよ。せっかくのチャンネルが笑。うん、トタヤネにしか見えないあれは本当に。<laughs> ハイニューアーあーまあかっこいいかな。こんばんは。あんまニューガンダム系好きないんだよね。<ら>こんばんは。<laughs> あ症状症状。ええー、匿名の何々に君。あれを勘違いするの初めて三年間よく頑張った。 おめでとうってこんな感じね。<laughs> 卒業おめでとう君ね、だんだん出席日数足りないから卒業できないけど、おめでとうってこんな感じ。いいくヤクト、えっ、ー、と、あの、俺ね、あれがなんだっけ、ヤクトじゃん、ヤクトじゃえっ、ー、と赤、赤のね、動画好きなんですよ。ヤクトは牛ューネーが載ってるやつでしょ牛ューネーだっけ あれじゃなくてね、あっちの女クエスが乗ってたほう、ギラド画だっけあっちが何だっけなあれが好きなんですよ、俺。色もかっこいいし、シル,シルバーと赤でかっこいいし。ギラド画か,か。<laughs> キンプまだまだ足りないな。あれも焼くと、あー、そっか、あれも焼くとだけど、そうか、角がついてだけか。そうか、そうか。そうだ、そうだ。うん あれも役と動画そっか、役と動画か。色違いか。あれのね、武者のやつがかっこよかったんだ。子供のとき見てね。ラあ、そうだね。そう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 。あ、み、緑。緑だね。ヤクト動画、イイガスクエスとエそうだね。そうだそうだ。角がついてるから、黄色じゃないかだね。はい、こっち。あれザクが。あ、こんなとこにいたのがザク。どこ行ったかと思った。お前。イイ <laughs> すいません。シャーザクが入ってた。イ <laughs> そうだこれどこ行ったのかなと思ったんですよ、これ。こないだね、あのプラも閉まった時に、これ飾ってたんだけど、閉まってどこやったかなと思ってね、<laughs> 忘れてたわ、マジで忘れてた、今。シャーザク、そう、これ20年ぶりにガンプラ作ったの、シャーザクなんですね、これ、シャーザク、こちらね、あの2002年のモテのやつなんで、ちょっとふもうだいぶ20年前のプラもですけど。 仕込みじゃんいや普通に忘れてたわそうこないだそうだこれエアリアル作るためにそう入れたんだそう <laughs> でもね2020あ2002年のわりには結構動くんだよこ腕とかさほらちょっと見えるかなほらこんな感じで結構動くんだよね思ったよりね頭はねそんな動かないんだけど ちょっとね、完立しましたね、これ。ほら、こん,ばんはこんばんは。ほら、足が伸びるんだよ、これ。意外と頑張ってんだよね、2002年にしては。色こんな、うん。ああ、ちょっとあれだな、コントラストがあれかな。どうしても、あの、え、なんだっけ。ええー、とね、ちょっとコントラストがね、 出来上がりはどこかにまとめて飾ってるんですかいや,いや、飾るとこが今ね、5体ぐらい飾ってるからね、なくて箱に入れたりしてる。で、あの、渡る、この間渡るの竜王丸はちょっと箱に、これと一緒に、入、い、これも箱に入れてるけど。赤色が若干薄く感じるけど、そんなもんでしょうかそうだね、コントラストがちょっと低いかな。いや、でもこんなもんか。ど,どうすればいいこれが明るくなっちゃうか。簡単にかっこよくなるよ。アクリルケース買おうよ。 いやー、置くとこがないんですよ。ウェザリングしてみたら。いいじゃあ最悪じゃないか。<laughs> あー、そうそうそう、こんな感じ。エントリーでもね、ちょっと朱色なんだよ。ちょっとじゃあ色濃くするわ。こんな感じかな。このカメラ便利だなぁ。こんな感じ。こうまこんな感じ。ですね、あと光の加減ですね、ちょっとね。あ、リオまで用作った。作ったよ。 会社の机の写真を置いてる人いない?。そういう感じでガンプライじゃん。部屋はね、六畳一間ですね。今、まあ。あのー、実家に帰って,きてるで、みたいな。居眠りした新入社員の代わりに、椅子に置いとけばいいじゃん。うん、だいぶ、ライティング強めかしら。もともと、これ、まあ、シャアザク朱色じゃん、アニメカラーの。だからかな、どうしても、こう映っちゃうんだよね。まあ、光。なんか、あんねえか。うん。 で,でこれはシャアザクはまあ置いといて <laughs>。で、これですね、エアリアル、こちら。これをね、あの一通り作ったんで、あと武装だけなんですけど。これはね、ちょっと感動したね、これ、エアリアルね。よく動くわー。エアリアルあと武装だけ。こ,ちらとっこれ、よく動くね、本当。 すごいね、今のプラもね。ここもさ、よく動くわ、ほんと、ほら。あ、よく、さ、こないで言われた。ほら、足もさ、これ見てよ。パッカーですよ。あ、あー、取れちゃった。この足のさ、ジョイントが全部ボールジョイントになってるんだよね、これね。見えるかなここ、今、あのね、前のは違うんですよ。これ、すごいね。これさ、見てよ。シャーザクのさ、 mg 開脚できるできるよ。ああ、ちょっと怖いな。シャーザクなんか見てよ、これ、こうなんですよ。昔のプラモってこんな感じなのよ。ちょっとこれ見えるかな。こういう、こここういうふうにさ、で、これにこうやってはめるのよ。昔のプラモって。家庭の福袋カメラありです,かですね。今のプラモ違うんだね。 そう。だだね、ねってはめるんだよ、ね、そう M 字書いて余裕よ。ほら、見てこれ。ほら、もう、ほら。見てこれ。こんなに開くよ。<laughs> 腕もさ、よく動くし、ここまで、まあ、こんな感じになるしさ。で、一番驚いた、頭だね、頭。あ、で、ちなみに胴体もですね。 こう、これ、あちょっと見えるかな。ああ、動いちゃった。カメラ動いちゃった。ああ、カメラ動いた。もう最悪。うーんと、こうか。こうだな。こう、胴体もね、ちょっとこれ、縦見えるか、縦邪魔なんだけど。こう、胴体もね、少しね、前かがみになったりするんで、ほら、こう、ああ、見にくいな。ちょっと見にくいけど、まあ、動くんですよ。 まいやーあれ、ちょっと精神的におかしいよね、ちょっとあのパイロットね。箱どかすか <laughs>。そうね。そうだね、箱をどかせばいいんだね。であと首ですね、頭。これがよく動くわ、ほんとに。ね。これ、こんなに動くんだよ。ほら、こんなに動きますよ。こんな下向けるんだよ、ほらもう。 もうしょぼんですよ、ほら、しょぼーんと。しょぼーんとしてますよ、こいつ。<laughs> 横から見ると。難しいな、カメラむ、難しいな。いろいろージングできそう。でき,るできる、できる。S 字、できる ?S 字も。まあ、ちょっとやりすぎると壊れそうなんだただね、ちょっとね、足が細いね。あのスタイリッシュですね。今の、まあ、新作のガンダ。これから来週あたり2期あるんだけど、これ。まだね、あのこれ、劇中で1回しか、ちょっとしか出てないんですよ、この。 やつちなみに、そうそうそう、いばいこまん,んは、そうだよね。ーたあ、なんかね、どっかのヨドバシカメラが、なんかさ、さあのこれ発売日の時にやってたみたい再。やってたみたいよ、それ。作ったみたいよ。これ、首がよく、これはちょっとか、なんかね、ここに感動した。胴体ももちろんね、ボールジョイント、これすごいんだけど、首に感動しましたね、これね。こんな感じ。一応、墨入れも軽くしたんだけどね。 これをね、あの武装を、残りの武装をやっていきます。で余った時間 F91 作ろうかなと思います。こんな感じ、こうですね。<laughs> ちょっと首が回ってるけど。まあ、こうやって見ると、まあでも細いかな。あとね、パッと見あのー、g p 0番のフルバーニアンに。 見えたたんんですけけどどパクリだだなぁと思ったんだけどまあ作ってみると結構そうでもないかなって感じかな後ろもこんな感じでバックパックもねこんな感じなんで胴体細いそう細いのえこんな細いのと思ってそう顔はねかっこいい細いよね胴体が作るの結構これ苦労したよあ大丈夫ですよ全然大丈夫俺が普通に雑談普通にかんだもだけの雑談じゃないから こんなに頭動くと思わなかったな。確かに似てるね。似てるでしょう。フルバーニャン。俺、フルバーニャン欲しい。フルバーニャンないのどっかに。プラム売ってないか。これでね、いくらだっけ ?1700 円とかだったかな。そうそう、ここクリアなんですよ。これね。ここ。ここどうすればいいのこうやって見ればいいのここ。これ。ああ、ぼやけるな。どうすればいいんだ。こういうときどうすればいいんだ。 オートフォーカスが合ってない。あ、出た出た出た、こう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 。うわー、なんか配信者っぽいことやってるな、俺。この、ここね、クリアパーツなんですよ、これ。シール貼って上からクリアなんですけど、透明のね、板がね、はっあのつ、ー、けれるようになってますね、これね、ここね。あと、ここも、頭もクリアパーツですね、<れ>ここね、ここ。<laughs> で配信者さよくあの、あのー、カメラ普通にやってる人とかさこうやってさ手やってえるの見えるかなこ,こうだってこれこれなんだけどって手やってさオートフォーカス合わせてんじゃん配信者っぽいことやっちゃってるな俺なんかこんなな量てなかったんだけどなー <laughs>、ね、フルバーにゃんハグもムグもなかななかか買えないねあダメなんだ新実術なそうなの新実なのこれがえ 字があるもどかしたほうかさ、あー、そうか、そうか、これが邪魔なの、これがね。<FC 2 S 1> この緑のね、これんんかか。こいつが邪魔なの、こいつがわらわら。FC2 では怖いか <laughs>。そうだね、やってないからね。FC2 でも一回ちょっと雑談で、こういうふうにプラもやろうなと思ってるけど。やっていくか、じゃあ作ってみようかな。あとね、このビームサーベルが青っていうのも気に入りましたね、これね。 これ、クリアパーツでね、これ、青なんですよ。言ってたな。もう、しょうがない、買っちゃったもん、しょうがない。でも、本当、ガンプラね、やばいの、今。棚の中、もう、目いっぱいの、ほぼ目いっぱい。あとね、4個ぐらいしか積めない。もう、目いっぱい積んじゃってるわ。2つ、クローゼットの中、半分と半分でやっちゃってるんで、もうね、積めないから、本当、作るしかない。 買ってばっかりだから最近買って眺めて満足した自分がいたから作るしかないもうほんといっぱいなんですよで4月の13日からまた再販をすごい欲しいのいっぱい来るんでねうん積みプラあれ頑張らないと積みプラに部屋占拠されるぞそうそうそう13日からねまたねいいの来るんですよ箱はねあのかっこいいのだけ取っとく<ラ>そうねまあけ よりまず彼女を作りたい、彼女が欲しい結婚まで考えたことないですね。ですよ <laughs> 箱はね、あのパッケージ切り取って取ってある。今のところ取ってあのグランゾードとスーパーグランゾード、あ、違う、アクアビートと。年から新しいのないんだね。ねないんだいそういうのは、あのかっこいいんだけあの、切り取って取ってある。だから、まあ、例えば。 これ、これ、まあ、ちょっとかっこいいから、ここだけ、こうここだけを表紙だけこう切り取って、まあ、取っておこうかな。あとでまた見て、ああ、こんなん作ったな、つって、取ってある。4個ぐらい取ってある、確か。あの、SMP のちょっとガオレンジャーってやつのやつを去年作ってたんで、それも取ってありますね。ということで、やってみます。作ってみます。 まあ雑談しながら、いや別にガンダムの話題じゃなくても雑談しながら新,新生活始まったんでね。こんばんは。なんかね、本んだね。やりましょうか。じゃあ。箱切ってて平ににししスククラッップブたらああ、いいね。あうそれもいいかもね。ああ、そうね。それでもいいかもね。これからですね、この部分ですね。これ。この、ここん、ん ここか。ないだろうね。えっ、ー、とね、俺が作ったここまでなんですよ。ここまで。ま手手ここから作ってでくなくちゃここからこうやってこう、武装をここまで作んなくちゃいけない。まあ、ちょっとすぐ終わるかもしんないけど、結構しんどかったよ、これ。<laughs> 2時間ぐらい、この胴体作るの2時間ぐらいかな。かかったかな。こうやってさ、ここまであるんですよ。最近カラーなんだよね。 これ見てこの頭の部分さ、これもちょっと感動したんだり、感動ってかすごいなと思ったけど、これ、ここ、4パーツで4パーツ。これ、4パーツですよ。すげえなーと思って。細かくてね、巻物見て、そう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 。りの星ね細かくてしょうがないよ、俺、これ。カラーじゃななないいと思う細かかかくてわらのああ、そうなのかね。 であと、口、最近口ってあれなんだね。あの、ちゃんとした色塗ってあるんだね。ね <laughs> そうなん16歳そうなの、これ。あの、昔はね、口塗ってなかったらシールだったんだよ、これ、口のとこ。俺が作ってるときは、まあ、俺が作ってるのも20年以上前なんで。ね、最近口ちゃんとカラーパーツになってるんだね。それはビビッと。あのびっくりした。あ進化してるなと思った。こんなですよ、こんな。見て、これ。 こういう風にさ。で、これが面白いんだけどね。作ってる。まあでも2時間ぐらい。胴体作るのこれやりましたよ。もうずっと。ちま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 やってたよいい。つうことで作りましょう。どうしようかな。こうするか。えーっと、どれだこれもいらないね。こういうのもさ、なんか、 どっか引き取ってくんないこれ、せあの、なんだっけ。こういうのさ、プラスチックさ、再利用できないこういうのなんか、どっか引き取ってくんないかなこういうのって。お金なんないのかねこういうのね。なんか、これをさ、再利用して。あったもう、もったいない。なんかね、これ、危険物に捨てるんだけどさ。あ、そう、普通はね、そう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 。あ、しなんだ、船ごみ。船ごみだっけ。 ねなんか資源なんないかね、こういう再利用ねな。そういうとこなんかないのかね、ショップみたいなね。再利用すればいいのにね、こういうのね。お金になんないのかね、こういうので。あ、ガンダムベース、お台場か。わざわざお台場まで持っていくのか、これ。あ、そう。あ、資源ごみか。お台場の、あ、ガンダムベースなんだ、そうなんだ。行ったことないんだよね。 てかできてんのを知らなかった、もう最近は。プラマゴご無沙汰だったんでね。これなんだこれ。これ関係ねだいぶ前からあ、る気あ本当全然知らなかったよ。俺全,全然もう興味なかったからさ。<laughs> いや、待って待って、この年でガンプラとかないだろうと思ってたら、プラムはもう邪魔になるし、一緒。 みたいな思ってたから。いやマジで。いや、待って待って待って、もう、もう、もう社会人なってプラモンはちょっとやばいだろうと思ってたからね。まあいいなと思ってたよ。ちょっと見てましたよ。たまに行くときは。あえー、こんなのあるんだ。あ、こんな積んであるわ。売れ残ってるな。つって、セールお買い得500円とかね。陸戦型ジムとか500円だったんですよ。ああ、いいなーと思ったけど。いやー、でもどうせ買っても積むし。 邪魔になるし、作っても邪魔になるから、いっかと思ったけど、ね、まさかね、まさか、去年の配信ができなくなってあの、ちょっと暇でね、漢字の勉強もしてましたけど、それ以外にもなんかできないかなと思って、まさかこのプラモに走るとはね、でしかも最近プラモって、 いろんな種類があるからさ、うちの俺たち、俺が子供の時のなんか超合金のやつとかしかなかったやつがいっぱいあるからさ、もう感激しちゃってね、こんなのあるのって。ね、そうだよね、今。こんなのあるんだと思ってね。うわー、マジか、俺が子供ものとき、いとよかどで、だだこねって買ってもらったやつじゃんってね、あのゴーザウラーとかさ、ああいう世代なんですけど、俺はロボット系の世代だから。 そう、<複>高い、ちょっと高いね、5000円とかするね。本当、うん、だよね、びっくりしたよ、ガンプラが不品切れっていうのは。えニコン買って抱えたらすごい、マジ。ということで、じゃあ、これね、この、アルティメットニッパーね。そうだね、ほんと、子供の時できなかったら、社会人になってゲームハマるっているんですよ、うちの職場にもいるんだよ。 子供の時ファミコンとかできなかったやつがやって、今だ、今ハマってますよ。結婚して、あの子供ができて、子供と一緒ハマってるよ。そういう人もいますよ。40後半で <laughs>。ということで、これね、買いました、アルティメットニッパー。買いました。ビッグカメラで5,500円。高いパジャマさんこんばんは。こんあ、ちょ、いつもパジャマだよ。そうだよ。パジャマっていうか、まあ、寝巻きジャージ ということでやって、作るか。そのニッパーやっぱすごいのこれすごいわ。昨日ちょっとね、1人でちょっと他の作ってたんですけど、積みプラを作ってたんですけど、これすごいわ。このね、今までね、このタミヤ、まあ、タミこれもね、これもいいんだよ。これもいいんだよ。タミヤのこのニッパー。これもね、エントリー用みたいな感じでいいんですけど、でこれで満足かなと思ったんで、これだとね、 そう、これね、切るとね白、ちょっとね、白くなっちゃうね、<ら>この切り口がね。見えるかな、ここ。こういう切り口がね、そう。ちょっとね、白くなって、テンションが上がって白くなっちゃうんですよね、プラモって。これだとね、これで切るのも,もう、もう、ほんのちょっと近いだけ。シュッ、シュッって感じ、ほんと。 今あ何番だこれ ?13 番あ、まだこれ切るの早いわ <laughs>。これ違うわ。ただ、あのー、扱いがちょっと難しいらしい。例えば、あのなんかこの間、ツイッターで話題になったのトレンドにも入ってたけど、こうやって、商品紹介の人みたい,笑い本当だよね。これ、 こういうとこあるじゃん。こういうちょっと太めのとこ、こういうの、こういうのとか、まあまあ、例えばこういうとことかね、絶対やっちゃだめ。歯が切れる。これ歯が細いんで、あのー、無理、無理です。ちゃんとこういうつなぎ目のところを切りましょう。んんはは俺はね、ガンプラ歴、もう20年以上じゃないの。だって、子供の時に SD が流やってたから、90、初めて多分作ったの、9 0 三年とかその辺ですよ。で、二十年ぶりに作ってるんですよ。今。<laughs> 柔らかいプラスが来チゃダメな。あー、やっぱそうだよね。そうだよな。で、そっから二十年前に、あのー。空白期間も駅に入れてる。わら。こんばんは。あ、でも、まあ。に、うん、こん,んは。二十年前だから、えっ、ー、と、ガンダムシードディスティニーがやってた時までは、ちまちま作ってた。ロロアルティメットニッパーで。 そこまでは作ってましたよ。いまだにあのあるよ、ソードインパズスの、多分棚あのクローゼットの中に入ってるわ <laughs>、作ってないのが、あの当時の。ガンプラ歴30年ですか勉強させていただきますいや、でもね、俺はね、あのー、本格的にやってないから、塗装とかやってないから、とはね、俺は、墨入れぐらいまでしかやんないからさ、塗装とか俺、興味ないから、あんまり、めんどくさいし、かっこいいんでしょうけど、あのー、塗装するブースもないし。<laughs> ウエトがやってた時そう全然で、で、20年ぶりですよ、作ってんの。もう20年間、プラもやってなかったから、最近全く。久しぶりだよ、去年ちょっとね、暇があって作ったんですけど、で、これ買ってみたら、今のプラもさ、すごいじゃん。全然参考にしない。まあ、でも楽しんでね、やってるのは、プラも好きなんで、いろんなの作ってんでね。うんうん、やでいや、塗装はいいよ、さすがに。 塗装はちょっといいかな。ガンダムマーカーで塗ってたぐらいかな、昔は。今はもう塗らなくてもいいからね。ということで、いくつこれ。えー、っと、A の13、A の19、A の13、A の19。A の13。A の13、A の13、どれで ?A の13、これかあ。さっきのか。 でああのー、まあ、一応聞きたいんだけどさ、これ、みんなはどうしてるこのまま直で行っちゃうやっぱりちょっと開けるがんなそうだよね。そうそうそう。そうそこまで行きたくない。そこまではいいわ。これどうしてるみんなは。ちょっと余らせてるそれとも直で行っちゃうアルティメットニッパーでも。ギリギリ,ギリまで切っ,っちゃうあ、やっぱ少し残すか。やっぱちょっと残すんだ。 でこういうなんか余ったとこを少し余らせてヤスリで削ってたりしたな。二度切り。二度切りか。こういう余ったとこをですね。こういうとこですね。二度切りですね。ちょっと見え,えないな。ね、難しいな。難しいな。普通二度切りでしょ。二度切りなんだやっぱり。二度切らなくても真っ白くならないんだけどな。ううな残しでデザインナイフ使ってた。デザインナイフか。 まあでもまあヤスリとかねかければいいんだけどでもそんな白くならないやっぱりタミヤとはやっぱ違うかやっぱりこっちのがそんなに白くならないなプラがな A の19そうだねでもね昨日ね俺直でやってたんでそんなに、ね あの白くなん、逆にチョークのほうがなんかそんな白くなんなかった気がするんだよな。え <laughs>、A の19で2度切りか。最近のガンプラ波稼働域がすごい。らしいねすごいすごいよ。見る一応作ってあるんだけど。エアリアル本体はもうできてんだけどさ。見るちょっともう一回見ますこれ。回収型本体はできてるんですけど。 うん、これが邪魔だな、これが。ああ、そうだね。やっ,そあやっぱそうやってるんだ。やっぱそうか。これね、こんな開いたりするんだよ、今。腕もさ、もこんな感じよ。こんな開くしさ、首も見てよ、こんなに動くんだよ。またこんなに動くよ、首なんか。横から見ると、こうこ,こまで動くよ。 すごいよ、今。腕もさ、ここ、ボールジョイントだしね、ここ、ちょっと見えるかな、見えない見えづらいけど、ここね、腕、ボールジョイントなんですよ。これが動くからね、ここがね、これがまとめて全部動くから。よくできてんね、ほんと。20年、20年ぶりに触ったきょ新作のプランも。う体いや、ほんとほんと、だから、ポージングいろいろできますよ、今。 かっこいいなんかポージングとかいろいろできるだろうね。こんな感じでね。こうやって。ま、例えばなんかこれ箱に乗ってたポージングだけどこんな感じでちょっと足は違うけど。うん、こうか。こんな感じとかね。できますね。すごいよ。ただ、ただだよ。これを手に入れるのに俺は朝の6時に家を出て、 朝6時だよ。朝6時に家を出て、7時半とか8時手前に並んだらもう100人並んでました。あ、売ってるみたいだね。そう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 。俺はね、こういうの買いました。まあ、普通にこういう定番のを買いましたけどね。アーム。これ買いましたよ。スタンドね。これ買いましたけど。100人。オーバー。で、俺は2人目の前で打ち切りられました。慌てて、あの、近くの。 また別のとこに行って、なんとかチケットを買った、あのー、整理券取って買いましたよ。30分並んで。<laughs> そういう時代だよ、今。客と、だったいいね。2人目の前でね、エアリアル、えっ、ー、と、ルブリッソン、売り切れです。ここで打ち切りです。って言われたんだよ、目の前で。<laughs> もうみんなダッシュしてたよ。他の店行くのに。<laughs> ウマ娘もそっこで売り切れてたよ。うん。 ということで、これが、パーツの内側に貼ります。18。シールか。シール貼るのか。18。18? これか。細かいな、これ。ピンセット持ってくればよかった。本当だったら、なんかね、マーカーとかに塗りたいけど、これはちょっと傾向だから、ね、いいや。 内側にも塗るんだ、これ。貼るのか。あれはね、ほんとしんどかったよ。朝一に並んでさ、後輩と並んで。あそこまでして買うのって言、ね、買えないんだよね、今ね。こまんばやは。じうん、初めてだよ、こういうことやってんの。カメラなんて初めてですからね。10年間配信やって初めてだよ。 う,あ晴れねうまく晴れねピンセット持ってくればよかっただ手だとね爪楊枝持ってくればよかったそう今ねやって初めての10年やって初めてだよカメラ配信やってんのんああ地方は特にかそうか 今度ない4月の13日、あれ来週来週の月曜かなんか再販だってよ。エアリアル回収型。そこで買えるんじゃないかな、もう。そうだね。そうね。お手を見たの初めてですもう前でも結構手写してるけどね、写真とかでね。こんなです、俺の手は。俺の手はこんなです。こないだここね、 2年ぐらい前か、ここに、ばばばばって、イボができてね、液体窒素でね、4週間かけて取ったんだよ、俺、ここ。今、あ綺麗になりましたけどね、親指。液体窒素で、ジュッジュッってやって、やられたんだよ、皮膚科でいや。大丈夫、大丈夫、痛くないから、ジュッってやられた。すごい痛かったわ。あ、そうかも。うん。普段あんま使って、肩 <laughs> カタ,カタしかやってないからな。仕事もそうだし、まあ、あと車いじったりとかは。 とかでまあやるけどそんなしょっちゅうでもないしな世界的にプラモデルの製造技術がぶち抜けてるしアニメ展開からの新発売が日本しかないから世界中のファンがあさりに来るから大変よなそうなのがパワープロで壁に穴を開けた伝説の拳そう拳が平手です平手パーでパーで開けたかこれ、うん、みんなはさすがにもうプラモとか買わないか買ってる買います <laughs> 何人かまツイッターで買ってる人いるけど見てたけど いや、でも、やっぱ高いね。今ね。ほんと、値上がりしたのもあるけど、高い。あの、俺が好きなメーカー、グッドスマイルっていうとこあるんですけど、そこ俺の子供の時のやついっぱい出してるんだけど、高い。欲しい。まあ、もちろんいい出来はいいんですけど、高い。高い。バンダイがいかにすごいかわかるわ。お腫れた。 バンダイってすごいな <laughs>。よくあれを1000円、これを1000円ちょっと出してるわ <laughs>。でね、構造もいいし。何人かののうちの1人わ,らわらそう、一人ですね。うわぁ。細けなここ。ちょっとね、これ見えるかな,なこれ、貼りにくいなわらわら。ガシャポン な、なんの、うん、売ってたら結構そう結構したよ今まで結構してますよよしこれで OK だこれででこういう細かいとこを切るとそう今までねーああそんなあるまああるかあ大丈夫か この先にまた何かつけんじゃないのか違うのかいいのかで、あとは、あとどれだんちょっと待てよ。あまずこっち作ってなかったと。説明書長いな。モデロイドっっててメーカーカスパロボとかいっぱいぱ出してるよあ、そう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 。そうあ、そうそう、モデロイド、そうそうそう、そこ、そこお世話になってる。買ってる。<laughs> ちょくちょく買ってる。<laughs> そこが多分俺的に、世代的に俺ドンピシャなんでね。買ってますね、よくね。結構買ってます。あー、すいません。ちょっとハウリングしてたわ、音が。ごめんなさい。あ、これで OK だ。マイクの音ハウリングしてた。なんかおかしいと思ったわ。このカメラにもマイクついてるんでね、こっちの音が拾っちゃってたわ。すいません。間違えた。えっと。 な、これはどうしたらいいかなこれ、手元を見せるでしょ手元を見せるだろうののああね、あれまだ作ってないんだ。積んであるんだけどね。これでいっか。A の11、A の17、A の18、A の11。これか。ライフルが長いんだな、これ。A の11。 それれが太いの切ったら壊うそうなんです、そうそう、それであのこの間、ツイッターで、え、アルティメットニッパーやったら一発で折れたんだけどっていう話題になってて、こいつ、どこ切ってんだよってなんか炎上してたよ、そのツイッター <laughs>、ツイート <laughs>。ダメなとこ切っちゃってんじゃんみたいなね、炎上してましたよ。本人的には文句言いたかったんだろうね、多分、折った人はね。 折れちゃったじゃんみたいな。そしたらこの、この,こ,ののこのぶっといとこ振っ,切ってた。いや、そこまではい手元、廃、は、止、い、手元と顔、顔はいらないよ、顔は。顔は、ね、見せるほども顔じゃない。残念だけど、イケメンでもなんでもないんでね。あと A の 18? これか。そう、だから俺もさ、それ見てさ、えー、これ大丈夫なのかなと思ったけど、普通にやってれば、多分そんなことはならないですね。折れないね。 普通に使ってるわ。普通にね。守ってるわ。ね。どんだけ折れるって相当、そんな使い込んでるわけでもなかったみたいだし、買ってすぐだとか言ってたから、トレンド入ってましたね、アルティメットニッパーね。こう。で、この細かいとこ切っていく。いいです。マリちゃんいいです。 ベラ,ンダベランダガーると飛び降りるんで、やばいです。いいのかなこのモクモク作ってて <laughs>、めちゃくちゃ喋りながら、いいんだね。これが、そうだよね、雑談だもんね、雑談しながらだもんね。仕事じゃないし。横長のつなぎ目に対して、90度にじわっと刃を差し込んで切るときに切れるよ何横 o k o z a のつなは90度じわっと切る90度。 でここなに爪でこする？あ、いいね。やっぱそうね。爪でこすった方がいいね。やっぱそうだよね。あ,あいいね。綺麗に消えてるわ。他人見せながらじゃないとダメだよ。うん、そう。じわっと全然黙々じゃないじゃないですか。喋りまくりですよ。そう。<れ> <laughs> 黙ら、なるべくね喋った方が。一人黙々ってやってたらねつまんないしね。 えーっと、これをこれを合わせて。いや、まさかね、俺も。まあね、この歳でプラモって。お前、何やってんのって言われちゃうおしまいだけど。しょうがねえじゃねえか。ハマっちゃったんだから。趣味で、趣味は多ければ多いほどいいだろう。と言いたいですね。これがこうでこうか。違う、逆だ。 こうか1 0の18がこうか？来たこれで。で、次のニコ生配信を思い出します。笑<ら>、はい、ニコ生あ <laughs> そうなの？<laughs> 趣味はあった方が絶対あった方がいい。あのー、これから社会人になる。皆さんいるという人いるかわかんないけど、絶対趣味は持っとけ。あの逃げ場がなくなるから。新卒12年は絶対辛いから趣味は持っとけ。休みの日の趣味は絶対。持っとに何でもいいから。 無趣味でただ寝てるだけってふざけたことは言わないほうがいい。考えな方ほうがいい。あ、ミニオンクかあ。ミニオンクまだ人気なんだ。そう、ミニオンクも売ってんだもんね、今ね。で、これを B の 28?B の28。B の28。これ B じゃないよ。あれどこ行ったこっちか。 よかった、捨てなくて <laughs>。これも今、捨てようとしてたんだ。ランナーもういらないのかなと思ったまだ残ってたわ。B の28。あー、BGM か。どうなんだろうね。YouTube にある音楽だったまあ流しても別に著作権は YouTube で許可されてますって出るだけだからいいのかな。 あ,あ BG まではちょっと考えてなかったな。ごめん。そうで、いつも雑音だから。雑なつもりだったからさ。歌<う>何歌うのど何歌うのトゥ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 ン、トゥ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 ン、トゥトゥんゥトゥトゥン、トゥ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 トン、トゥゥ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  でもどうなんだろうね水星のこれ魔女ね人気なんですかねあくまでプラモはさ、売れてるって言っても、テンバイヤーとかもいるから、ほんと目の前いたからさ、テンバイヤー目の前にいたんで、ああいうのも買ってるから、売れてる、プラモは売れててもアニメ自体は人気あんのかねぶっちゃけ俺あの主人公ちょっと嫌だわ。あの主人公、なんか、天然ボケじゃないけど、 ちょっと頭いっちゃってんのかなと思うぐらいに。おふざけキ,キャラっていうのかな、なんか空気読めないキャラっていうかね、学園ものだしな。一応あれ学年学園ものなんですよ。あ、見た、少し見た、あの最初と中盤ちょっとと。させる設定よねなんかね、そうだよね。 まあ、これからね、これからどうなるかわかりません学園ものなんですよ、一応。今のところは。戦争っぽいことはしないね。y o a とのコラボあって話題性ああ、歌が、歌でか a。4 4 a の12 4 4 a、12 4、a、四、A の12 a、四、四、A の12、A の12。A の12。 どこで A の12、あ、これか。夕方5時に見てるのかね、子供たちはね。どうなんでしょうね。A の12と44。まあ、今、サブスクでもいろいろ見れるけど。いや、すごいこれ、この日 <laughs> これは買ってよかったわ。 黙あ、そうなのどうしてもね、比べられちゃうからね。昔、あのー、歴代が良かったんでね。まあ、良くないのもありますけど。ロー <laughs> まで俺見てたけどね。一応。ローの1期までは面白かったんだけどな。まあ、2期も。1期は面白かったな。映画はつまんなかったけど。映画もなんか。 ちゅんちゅんちゅん早すぎて何やってるか分かんなかったな。ディスティニーもちょっと今もう一回見たいですね。あの当時は、えーって感じだったけど。主人公交代とかね、ありましたけど。バイト行く前に見てたな、ディスティニーはな。ちょうどバイト行く時間の前の30分だったから、見てましたね。 ディスティニーってハイグレードもあれか昔のキットしかないのかな俺は俺が当時作ったやつ。あれはダメ、あれダメよ。あれダメあれダです。あれはダメよ。やめてあれは。あれはダメだ。あれと G のレコンィスタだってあれもダメ鉄血もダメだ。そうね。使いましね、そうね。そうですね。あれ ののレコンキスタの悪口はそこまでだあれはダメですね鉄剣もねダメだねあれ途中でダメになったねこれをこれをどうすんのこれをどっち向きだこうかこうだなおおよくなってきたこのバスター長いんだよねこれこれどういうふうな仕組みになってんのこれ これで。これで。鉄地の二機だけは許しませんよ。<laughs> こう。あ、いいじゃないですか、バスター。贅沢だな、じゃあ、どんなガンダムがいいんですか。戦争もの。戦争もので、あのー、しっかりと。ひどいのが書かれたもの。 オルフェンズはガンダム作品として見なければちゃんと完結する作品だぞ。内容は好き嫌い分かれるけど。<laughs> 一気は良かったんだよ、一気は。あ、G 側でも良かったな。俺はまあ、あの、あそこら辺で人気出て盛り返したでしょ、また。あ、G 側でごめん、G 側の話じゃないか。あと、ファンネルに頼りすぎないのが欲しい。なんでもかんでも最近ファンネルだから。すぐファンネル飛ばすから。宇宙世紀まあね。 ファンネルに頼りすぎないのがいい。すぐファンネルでも、ファンネル系で分離も。G ガンでも良かった。まあ、俺子供だったから、あの時はな。あ、V ガン、V ガン見てたよし。衝撃でしたね、あれはね、子供ながらにね。あれは見てましたよ。あの時子供だったんで、俺。 最近のガンダムは超能力が必須だから。わらあ、そうなんだ。やガンダムの方が好き。ポケ戦とか好きよね。あ,あ、いいです。あれね、あの辺はもうね、完璧だよね。十九。まあ、でも。言えなかったけどね、周りにはね。まあ、もちろん、ガン、え、が。ガンダム。ですよ。 今だったらさ、まあまあ、ネットで、ネットで趣味の幅が広がった、ね、趣味のこう言える範囲が広がってるからさ、いいけど、あの当時、言ってみ、周りに、い、ガ、ガンダム <laughs> お前、学生、今、高校生だぜ、お前、前、中学生になってんだぜ、お前、みたいな、そんなだよ、ほんと。まあ、今今でもね、多分そうだけど、今でも多分ふ、あの普通に女の子にまで言われちゃうけどね。<laughs> 女の子前で全く興味ないやつとかだと、ガンダム見てるんですかいや、ちょっと、あのもういいです。あ,もですあ、もう,もうちょっと、うん、これ今、もうちょっと、武装作って完成ですね。一応ね、ごめんね、あのー、これ本体はね、ちょっと今までちょくちょく作ってたんですよ、裏で。で、配信は、武装だけでも残そうかなと思って。 本体はねごめん最初からじゃないねごめんねメンヘラで頭おかしい超能力系の瀬戸けってなったのが迷走した原因 <laughs> 本体はねちゃんと作ってますよほらかっこいいよ思ったよりかっこよかったよこれいや足がね本当に開くんだこの子本当開くからねもう陽気ってガンダムバカにするんですか いやー、する。まあ、陽キャーじゃなくて、まあ、するんでしょう。どうしてもやっぱそういうイメージだからね、イメージになっちゃうからね。ただでも今だったら、今でもそんなでもないんじゃない今は。今はね、普通に、だってさ、普通に可愛い子、え、この子結構可愛いじゃんってこうアニメ見てたりするんだよ。普通に今の時代は。だから全然ですよ、今だったらね、あの当時はそうだったて。 うん、昔はた犯罪者のよううに見られたあそ本当そうよ、本当そう。犯罪者じゃないけど、まあ、気持ち悪いって言われてるから、ね。ありがとうございます。これ終わったら、ちょっと F91 行こうかなと思ってるわ。まあでもね、できる時間が1時、1時とか、まあそれぐらいなんで、まあ途中で終わっちゃうけど、全部は作れないけどね。あくまで雑なしながらなんでね。<laughs> こういうスタイルでこれからもね、ちまちまやっていきます。あとゲーム、まあゲームとね、あの、今後、今後にやっていきます。ゲーム熱いですっとスーパードンキングオンクやりたいんでね、スーファミの、ワンツーやりたいんで。えー、っと、まだあんのか、これか、これ ?A の7、A の16、A の7、A の7と16。 あ、でもねー、ガンジで配配信信きるようにななっても<や>も趣味も楽しくなりますねそうだね。広がったね、少しは。ただ、まあ事故、カメラ、事故らないようにしないとね。うん、うん、ちまちまガンプラだけじゃん、あのガンダムじゃなくてね、ちまちま、ダンバインとかも作りたいんで買いたいですけどね、売ってないんだよね、どこもね。そういうのも他のも作っていくわ。でも、積み物本当に積んであるんで。 もう作っていく、もうちまちま雑にやるときは喋りながらもうやりたい喋りながらじゃ多分やりないんでね一人だとなかなか時間が取れないんで昨日はアまで映してましたもんね昔はアニメアゴ、ね、にお金を使われたくない他の業種が全力でアニメに負のイメージをつけようとしたよねあ、そうなのそうだったやばいいやなんか周りでもうみんなやっぱそういうの卒業するよね、うん そうだよね。ゲームだって、もう中、10件前にはみんな卒業するし、アニメな、アニメはもう、小学校とかで卒業してたよね、みんな、ほとんどね。やっぱり。で、バラエティとか、まあ、あの時バラエティとかドラマは面白かったんで、みんなそっちの方行ってたし、俺もそうですけど。ガンプラ配信事故矢印さんに惚れるる子現る矢印いからく矢印結婚ですかねだといいね。惚れる、まずないでしょうね。 今普通にひげ生やしてるし、ひげ伸びて超マスクしてるから、今日、そらなくていいかと思って <laughs>。マスクだからさ <laughs>。今,今ヒゲひげ生やしてるの。ああ、ほんと。いや、でもいいと思うよ、趣味で。趣味が残ってるだけいいと思う、社会人になっても。社会人になって何も趣味ない人、ほんといから、本当に。仕事だけだから、そういう人は。仕事で休みの日に、 寝てるだけじゃもったいないなからね何かしら趣味やっぱ欲しいよお金かかってもいいから軽めのねじゃないと息抜きできないよ俺もそうだったもん <laughs> よしここがあれか持つとこになるのかなこれがなこれが多分手で持つとこになるみたい、うん、もうサクサク切れるよこれすごいねにお金費やしてる子が多いこと,多いこと <laughs> ああ、そう、いや、そう。そうだね、今はね、ほんとだね。だって、普通にほんと、みんなそこら辺のさ、ほんとだよ、あの、かわいい子とかさ、普通にアニメ見てるんだぜ。なのに、坂本龍一知らねえんだよ。びっくりした、今日。聞いてさ、坂本龍一亡くなったじゃん。ね、がんで亡くなっちゃいましたけど。 YMO ですよ <laughs> 撤回しますごめんなさい ym を知らないんだもんな。まあ、俺もね、それ世代じゃないけど、それでもライディンはやっぱりかっこよかったな、初めて聞いてな。 ガンダムは作ってないんじゃないさすがに。戦場のメリークリスマスと、俺まあ、詳しいのあとは、ライディーンかな。今や坂本龍一派、安原発派のイメージが、そう、なんかね,あのね、最後のはね、ちょっとあれだったけどね。<laughs> ライディーン聞いたときにシンセサイザーの曲、あの、シンセサイザー、うん、ああ、こういう曲、このメロディーいいなと思ってね、そこからですね、シンセ好きになったのはね。そういう曲、あの、メロディーが入ってるのは、俺結構好きなんだよ。 親戚系とか、だ結構ユーロビートとかもそういうのあってさ、ユーロビートの時代好きだったんだよね。クラブの曲とそういうの好きでさ。勇者イ d 何ネットんークかああ、ガン、ああ、シャア、あの、逆シャアは TM ネットワーク。あれは。ドゥン、ドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥドゥンだね。 調べたけどそのニッパー高いですよね、ね高いですよアルティメットニッパー。5500円。ポイント700ポイントついて5500円。ビッグカメラで。高いけど、切れ味抜群ですね。これやっぱいいね。タミヤもいい、タミヤもいいけど、いいですね、これね。だから使い方注意だけどね。気をつけなくちゃいけないけど。高い 高いよびっくりしたよ。やってたな。あと、浜田に蹴られてたな、浜田に。何やっとんねお前っつって、なんか人形、犬かなんかそが蹴られてて、中見たらめっちゃ謝ってたな、浜田が。爪とかダメみたいな、そういう硬いものは切れないんですよ。<laughs> そうだよね、小室もそうだよね。あれどうなんだ あ,あ、小室もそうか、そう、あの人なんだ、あの人に影響受けてんだ。これ何どうすんのこのままでいいのかこのままくっつけちゃっていいのか坂本隆一知らないって。今日入社してきた子。あ、なんかニュースでやってましたけど、誰なんですかって、有名な方なんですよねって言ってた。ええって思ったよね。 戦場のメリークリミスマス知らないかててあおやすみまたね11時半か小室は確か自己破産したんだよ確か奥さんとあれあったしえーねえほんとだよねこれ何どうすんどうなってんのこれこれ外すの 外して、これつけんのロングにすんのああ。坂本といえば裏ぶとぶのくどかった思い出俺もそんなにただずっとあの人のな、ななんだっけな、なんかの曲ずっとねいっつもランキング入ってた、あのカウントダウン TV で昔見てた時、夜中に見てた時ずっとランキング入ってて、一年ぐらいずっと入っててさ なんかピアノ弾いてる曲だったんだけど、多分メロディただのサントラなのかもしれないけど。分か,分かんないか。話題にな,なってないか、最近は。そっか。それだけ覚えてんだよな。ずっとなんかランキング入ってたな。また18か。貼り忘れちゃった。大丈夫かな。これでどうすんだ ここから、これをつける。ああ、そ、そうかもしんない。なんでこんなランキングずっと入ってんだと思ってね。ただ、聞いてみようとはちょっと思わなかったんだけど。これで、ここを。何これ。ああ、こういうことか。これ外すのか。いらないじゃん。これつけた意味ないじゃん。これ外して、こうか。 ゲンかかなんかの曲だった気がするあ本当に、なんかちゃうんピアノ弾いてたね、PV でね。しい,いや、しんすけはもう知らないでしょ、う、多分。知らないんじゃねえの、さすがに。もう、10年以上経つでしょう。切腹してないけどね。できたこれが物騒ですね、これが。 これ武装でつい、どうすんの、これ。これがランチャーで。新人とカラオケ行ったら羞恥心歌うといいよ。島田新助知らないなら、なおさら坂本雄一は知らないね。<laughs> いや、わかんないよね、知ってるのかな。で。島田新助、もう十年。ああ、でも、まあ、ディレ今の世代は知ってるか。それに、盾がつくんじゃね。武装ですね。武装。これで盾が。完成、おめでとう。の星パチパチ。 まだだった。ごめん。まだだった。これとこれがくっつくみたい。この縦が。縦がね。くっつくみたい。これ分離させんのか。これ。これ分離さして。痛い,痛い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 。そうだね。痛い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 。うわぁ、折れそうで怖いわ。あんまり強くやると これ分離させて、で、これ、えーっと、C がここ。うわぁ、細かいなぁ。そう <laughs>。そう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 。これ、こういうの力任せに外すとパキって折れちゃうんですよ。ショックでやそうなると。これ、武装して。 で、この、ここも外す。うん、で、これの、どこにつけるんだよ。これか。こうですね。こうつけて,て。それはまあ、昔はあの接着剤つけてたよ。子供の時は。子供の時144分の1のゴッドガンダムとかさ、あの辺から作ってたんですけど、接着剤作ってましたね。接着剤。あの折れちゃった時はね。 結構脆いんでね今はまあまあ頑丈になったけど少しは結構脆かったんであの時はあとまあ子供だからねどうしてもミスるんでこれをここにつけるつけれないじゃんえこれを あこれも外すのか結局意味ないじゃん、これつけた意味ないじゃん、ここら辺のパーツ、これ、ここ。俺ガンダム知らないくせにスドガンダム作ってたい,いいじゃない。俺だってそうだったよ。いや、そういうとこやそういうとこが入ってくるんですよ。そういうとこ。俺だって何にも知らないで、あのー、親戚の兄ちゃんが買うっていうから、で一緒に買ってあげるよって、星尾ちゃんも一緒に買ってあげるよっ,つって。 伊東洋稼働で買っってもらったんだよフルアーマー F91 だって、ナイトガンダムの。そっからですよ。<laughs> それよ。そっからよ。自分で作れなかった親と一緒に作ってましたからね。で、こればらして、こうばらして。ガガンンダダムムとかかかナイトガンダムってから生まれたんかねあ、そうそうそう。あれがなかったね今ガンダムないですから、本当に。ないんだよ。今ガンダムないんだよ。バンダイ多分潰れてたかもよ。 あれのおかえであで立ち直ったんだからガンダムはねえ結局全部バラすみたいですねこれちょっと、うん、今ねこうここやってるんだけどこれなんだけどさちょっとごめんね反対なんだけど結局全部バラすみたいこれシールド全部ばらしてでカッターとかにも装備させてへえ大変だ 俺が好きな、あのー、姿はビームサーベルと盾なんですよ。ランチャーとかよりはビームサーベルと盾なんです。それが好きなんだけどね。ビームライフル系あんま好きじゃないんだけどね。で、これを、あ、違う、これを、これを盾にするの。あー、なるほど。え、何か えーっと、これこれをどうすこうか。あ、違うな。もっとだ。違うな。こうああ槍みたいになってんじゃん、もう。こうこうですね。ああ、なってきた、なってきた。で、あとは、これで、ちょっとここ、ブカブカするな。嫌いなランチャーに燥させて <laughs> ほんとだ、ね、よ。 いやいいね。別にこれやるつもりだったからさ。で、これも外して。これも外して。H。H はこれか。ここ。いや、ほんと久しぶりだからね。なんか。まあ、どうしてもね、作った後がね、邪魔になるんだけど。 飾ってね、飾っておくの、ちょっと邪魔になる時ありますけど、やっぱでも面白いね、作るのは面白いですね。まして、こんないいニッパーがあるとはね、思わなかったんで。今までずっと100均のプラモでさ、バキバキやってたんだけど、全然切れなくて、100均やから、100均のニッパーか。全然切れなくてさ、ダメだ、こりゃ、と思いながらね。 ちょっと本格、少しは。アゴスにみたぶん。天井、天井落ちてくるでしょ。天井はいいよ、天井は。これ、アイを。これ、装備、ビームサーブル外して。ちなみになんかさ、水星系でなんかおすすめのある他に、エアリアル以外で。なんかあります このカメラ固定されてるんですよねあ、そうですよ。うん、固,定固定されてる。あー積んだガンプラちょっと見せれないな。さすがにあの棚、ああのの棚クローゼットの中に閉まっちゃってるんで、さすがにちょっと、それはごめん、無理。さすがに無理。出せませんね。さすがに厳しい。<laughs> そりゃ見せれない。あの俺の部屋全部見せ、あの半分ぐらい見せる羽目になっちゃうから、さすがにそれはできません。ごめんね。 まあ、あとはしたくないね。ちょっとね、見せたくないですね。こうだな。これでオッケーだわ。こうやって。完成しててるガンプラってシャーザクだけそう。シャーザクだけ。これだけ。これだけ。飾りすぎると掃除も大変笑うそうなんだよな。あ、ルブリスは2つ持って、この間買ったわ。ルブリスソーンと、あのー、もう一つなんかエメラルド、あれ、色が綺麗だったから買ってみた。できた。 これだ芝刈り機みたいなけど <laughs> これかこうかできましたちょっとスタンドで <laughs> ああやべ腕取れたサムネで星さんって気づかなかったこんばんはこんばんは最近プラも作って思ったんだけどいろんなところに穴が開いてポーズ用の棒させたりしてびっくりしたそうそうすねららこれケツのケツっていうかもまたの中にね またにこう穴があるんですよ。サムネ、俺、俺、俺、ああ、な気づかなかったこれから、あの、星さん、ガンプラ、ん一応、まあ、あのサムネ作ってみたけど、どう、なんか誰か、プラモ用のサムネ作ってほしいな、スプラモ制作用の誰か、もし、よければ <laughs> 作っていただきたいな。一応、ああいうふうに作ったけどね、勝手にプラモブって名を載ってますけど、こうだ。 できた。ただちょっと待って、バランスが悪いな。こうだな。見えないか。こんな感じ。ああ、できた、できた。とね。説明書だとね、参考のスタイルだとこんな感じなんです。こう、こう。こんな感じなんだよ。見えるかなこんな感じ。アームハ アンベツ売り。うん。アンマー俺自分で買った。そう、わざわざ買いましたよ。え本当にこう,こういう感じなんですね。そう。こうやってね、ある、そう、最近はあるんでまあ、シャーザク、これはないですよね。これ2002年のなんで、これはないですけどね、さすがにね。これはない。これはないけど、今のはある。これで、こうやって、こうやって。 で、足を。こうか。そうだね。スパロボにしてもすぐ出るでしょうね、これね。こうか。こう。で、下を向けて。こんな感じ。できました。うわぁ、見えね。うわぁ、カメラ難しいな。さすがにちょっとこうあの上からだと難しいな <laughs>、これは。 でできたこんな感じですフフフ転しばかり機みたいだけど、こんな感じ。かっこいいじゃん、でも。いいじゃないですか、これ。えぇ、ー、できた。完成しました。あ見えねえわ。こんな感じです。長いな。できました。やっとできた。<laughs> やっとできた。何日かかったんだろう。もう、ちまちま作ってたから。 作機でしょねなんていうんだろうね、これ。これ、でもまだこの機体、テレビアニメで動いてないんで、手しか動いてないん、ね、で、この機体。カルメラは真上からか。真上か、ちょっと待ってね。エスカッションって言うんだっけ、ビームライフル、ガンビットライフルって言うんだってさ。ビームライフル、ガンビットライフルだって。<laughs> だそうです。真上から映すって。 どうやってやるよどことなくハイメガランチャーを思い起こさせるえー、真上かって難しいなかい,いない。横からだとこんな感じかうわあ、見づらいこんな感じちょっと待って、やっぱダメだ定位置に固定しないと ちょっと今カメラまあ映せないからね。ねそう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 、メガバズカランチャーみたいな感じですね。お守りあるんでそうだよ。お財布まで見えちゃって。<laughs> こんな感じちょ。カメラ目線で。これ限界か。もっとこう倒すか。こんな感じ。 <laughs> なんか <laughs> 水上バイク乗ってるみたいな <laughs> ねえ、すぐみだよ、これ、すぐみで、まあ、ちょっとね、あのー、包、ま、み入れはしてますけど、まだ足とかちょっと入れたいんだけどさ、こんな感じよ、おかっこいいじゃん。エフェクトとかプラで作ってみないエフェクトそこも、いや、そこはいいかな。説明書はこんな感じですね、ちょ見えるかな。 こんな感じ。説明書だとこんな感じ。説明書もね、箱もかっこいいんだよね、最近ね。で、これがパイロットの女の子、ね。これが女の子。そう、手元、ちょっとね、マのンウェア厳しいな。これ,でいこれね、売ってません。今、売ってません。これ、いつは再販だっけ誰か分かる人いない 今、売ってないんです。この間のえっと3月の2最終の時に朝6時から並んで買ったんですよ。100人オーバー並んで買ったんですよ。朝市で行って。もう100人並んでたの。本当に。たぬきのがついてたぬきのがついてないな。で、これ、次にね、再販がでもね、4月の来週職場に戻ればわかるかも。 来週かなちょっと待ってよ。ちょっと今調べるからちょっと待ってて。4月10日月曜再販だって。そう、今はね、今は。朝市並んで買い取った人だけが作れるのそ4月10日月曜に再販だって。だからそこで買えると思うよ。さすがに。 ガンプラってそんななな手に入らない感じなの今ね、そうなんですよ、あの2020年、コロナになってからみんな巣ごもりしたじゃん、みんな家から引きこもってたじゃん、あそこらへんからね、何かできないかなって言って、ガンプラに戻ってくる人がいっぱいいたんだって、だからみんな買っちゃってさ、今まで売れ残ってた全部もう買っちゃって、もう今、再販でもう朝一並んでとかじゃないと買えない、たまにまあその日の夕方とかに売れ残って、まだ残ってる感じ。 だから俺なんか昼休み行ってるのその理由ですよ。そうそうそうね。うん、もうちょいこれ変えるあ、いいじゃんこれ。かっこいいじゃねえか。かっこいいなこれ。いいな。こ,こ,こんな感じ。これこうああ、難しいね。見えないね。こんな感じ。 だ、ンが14日行けばいいよ。海外、あ、そうなんだ。かっこいいな。ほんとな。そうだね。へえ、こんなかっこいいんだ。の行かないよ。さすがに行かせないよ。自分で行くわ。やだよ。<laughs> 新人に言いたくないよ、なんか。 アンビットライフルだってさ一応カメラ目線にしてるけどかっこいいなあいやー20年ぶりに新作作りましたけどすごいなあこんなにポージングできるのかでパー,あのねパーツもあまりないんですよこれ余剰パーツないからねあらら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 ら さすがに無理か、重り重いか、ダメか、耐えれなかったか。シャーザクと全然違うよ。ちょっとこ、ここだと厳しい。これ厳しいな <laughs>。ちょっと待ってこ、れこれが出がついぎダメだな。どうすっかな。こうか。シャーザクはもうこれが限界ですよ。頭上向かないしね。厳しいな。こんな感じ <laughs>。 これが限界よ、シャーザクは。シャーザクもまあ炭でちょっとしかしてないんだけど。これが限界ですよ、シャーザクは。すかジルジガンプラ,ガンプラやとプラも言わないかな <laughs>。車、次。シャーザク,ーザクは来ない。台を逆にするか。ああ。 待ってシャーザクをまあ、例えば、ちょっと、こんなですよ、シャーザクは。こんなだよね、シャーザク。まあ、こんな感じよね。さすがにちょっとカメラ目線できないけど、全然違うね。これ2002年です。こっちが、えー、っと、これ、このシャーザクは2002年発売のモデあのやつ。なんか、 2020年発売のやつはもっと稼働するらしいよ。それはちょっと売ってないんで、どこもないんで、これ買ったんですけど、2002年、あれから21年 ?23 年 ?21 年ぐらいか、これよ <laughs>。これですよ。すごいね、ほんと、進化がね。 いや、俺、バンダイさ、いつもさ、あのー、ゲームばっかりやってるバン、ゲームしかやってないから、配信で。バンダイのゲームってクソゲーばっかりなんですよ、本当に。バンダイ結構バカにしてたんだけど、これやっぱプラモはすごいわ。やっぱり、やっぱずば抜けてるよ、やっぱ。他のメーカーよりも。血ばかりで倒されるの <laughs> <laughs> もっとね、いい格好をね、なんかツイッターに載せますけどね。やっぱりプラモはバンダイですね。 売りで上がってるけど、価格はそこまで高くなってないよね。なってないね。まあ、でも、アンテナシャープ化しない。アンテナシャープか。え、このエアリアルの、これの。逆。くに。う、アンテナってどれだ。あ、これ頭部。角はやっぱ大事でしょ。尖ったほうがいいっしょ。 すごいな。こんなに。まあ、あとね、やっぱり細いですね。腕とかも細い。関節部分をこう動かしたいからか細いです。ただ作りやすいね。ちょっと頭部はあの顔がね、めんどくさかった。顔と胴体めんどくさかったけど、でも他はやっぱ作りやすかったな。ーー作ってた会社とは思いませんね本当だよね。あのね、福袋で出たね、あれ。本当ですよね。<laughs> やっぱプラモ系はプラモデル、フィギュアはちょっとわかんないけど、俺は別あの全然詳しくないんだけど、プラモデルやっぱバンダイだね。ほんとね、あの思った最近、去年の9月にプラもまたちょっと作り始めて思ったんですけど、あの、渡るのね、竜王丸、この前に作、サクッと作れるかなと思って作ったプラマックスっていうところから出してるんだけど、ポロポロ取れんのよ。腕とか。 えもちろんかっこいいんですけど、プラモになってすごいね。いいんだけど、あのと子供の時の、あの、俺、プラモ見たことあるけど、クオリティはもちろん上がってるんだけど、ポロポロ撮れるの、プラマックス。本当に。装備が全部取れる。ほぼ、うポージングするたびに取れるんですよ。それなのに、これで、まあ、ガンプラはも、ね、もう主力だからあれだけど、やっぱ違うわ。関節とか胴体、その他。やっぱ違う。 バンダイでもなんか、SMP とかちょっとあれだらしいけど、でも SMP も、すごいな。あ、そうなのクオリティは高いね、やっぱりね。いや、ギミックじゃなくて、あの、パーツつけるんです。なんか、装備パーツつけるんだけど、もう安定しなくて、ポロポロ動かす、ポーズ取るたんびにポロポロ取れるの、本当に。竜王丸。だからもう、つけない、もう外しちゃって、全部。全部外しちゃってさ。 普通のノーマル状態にしたんだけど、なんか装備が付けれるんだけどさ、もうポロポロポロ取れてはまんない週クやっぱね、バンダイは違うわ。ちょっとそこは褒めます。<laughs> バンダイ <laughs> だから。たまになんか外レもあるらしいんだけど、でも、これ20年ぶりに新作作って、あのー、作りやすくなってたね。このやっぱり、この当2002年のさ、これよりは、さすが20年経ってるだけあって、 やっとプラモあるでしょプラモ工場もう一個増えたんでしょなんか、このガンプラブームになってからか。今まで一つだったらしいけどね。何が言ってね、腕のね、この、こういうさ、昔のプラモってさ、今でも多分サイアン作られてるかもしれないけど、こういう、ここの部分あんじゃん。これがね、 別だったんですよ。これちっちゃいので、これはめ込むんだけど、な,なんていうのかな、なんかランナーで N とかになってて、N とか H、ちょっとなんか変わった素材のランナーなんだけど、パーツなんだけど、それじゃないとこれ腕入んなかったのね。だけどさ、こいつ見てみる、これ全部ボールポイント、ボールでさ、一つになってるんですよ、これ。ああ、ちょっと見えないか。難しいな。 腕取っちゃうねこれさ、ここ。そうそうそう、そうゴムっぽいね今ないのか。そう、今な、まあ、この当時のはね、当時の海外あるんだろうけど、これなくて、これ全部ボールでさ、固くいやつでさ、これ、こう。これね、ここ、これ。で、この可動域でしょ、これに合わせるんだけど、すげえなーと思ったわ。で、こんだけああー 折れちゃったあ、折れてない、折れてない。見て、この胴体も。ちょっと見せますああ、見えないかな。ここ穴になってんだよな、ここな。もうちょいしたか。こうか。こうか。ほんとか合ってない。難しいな、見せるのって、カメラって。難しいな、こんな難しいんだ、カメラって。 ここね、穴になってんの見えにくいんだけど、これはめ込むんですよ、これを。こういうの、こういうので腕が動くようになってんのね。それはね、感動しましたね、やっぱりね。まずい。入らなくなった。あ、よかった、入った、入った。それでこの可動域を再現してるから、買ってよかったなぁと思います、改めて。 でこのバイクみたいなねこれね、うん、こうかちょっとでも重いんだなこれなこんな感じすごいなやっぱ20年はだてじゃないな <laughs> 20年前にやめちゃったけど20年前にディスティに作って最後だったけど こんなに変わったか。ということで、エアリアル完成です。これ、エアリアル回収型ね、完成しました。うん、だったらね、ちょっと最初からね、あの作りたが作ったこが、ね、作りようかなと思ったんだけど、あのそれで考えてなかったん、ね、で、配信するとは考えてなかったんソ、ね、高そうね。あー、金型そうだね。ただ、なんかまあ、一部では失敗系もあるらしいけどね。これでもエアリアルはすごいと思うわ。 シャーザクのなんか2020年バージョンのこのハイグレードのやつも作ってみたいな、これな。売ってたらな。これはね、20年前のだけ。でも、それでもまあよく頑張ってる方だけどな。これ欲しい人、3月14日、再販です。買えますよ。多分結構出してくると思うから買えると思うよ。2回、1回目の再販だから、もう、 買えるんじゃないかな、普通にな。午前中とか行けば買えそうだけどね、その売り場にね。朝一行かなくても。午前中行けば売りそうだよな3月14日だって。a i リアる回収型は3月14日。当時のガガンンンダダム好きがバンダイに入っっててプラ作ってるとと思うと熱いねいろいろ。しかもバンダイ、今いろいろ出してるんで。SMP ってやつとかね。ああいうのも出してるんで。 あれもクオリティ高いですよ。S&P。3月14日あ、ごめん、4月、4月、4月。4月の14日じゃないよ。違うよ。嘘だ。3月10日、あ、違う、4月10日。予定では、あのネットの予定では4月10日ってなってる。来週の月曜ですね。 にに再販になってる多分地域の手一日遅れたりするらしいけど、一応4月10日だし、<laughs> 買いだと思います。兄だと思います、これ。4月14日はポケモンカード新発売あ、なんか出んの、また。あ、そうそうそう。そう、こないだね、ポケモンカードも並んでたな。20人ぐらい並んでたな、ポケモンカード。 いつだっけなんか休み土曜,土曜か日曜かどっちか忘れちゃった時は並んでましたよポケモンカードも大学生だおい,い大人が子供いなかった大人が並んでましたねいや大人ってかもう学生も20代ぐらいの人とかは並んでたよポケモンカードによしこれでヘアリアル終わりなんでこれは捨てます 持っててもしょうがないんだよねでもやかもね、今度、ポケモンあれ、初代のポケモンの再販するあのリメイク版出るらしいですよ。うちらが、俺たちが多分やってた世代かな、初代ポケモンのやつの,あのリメイク版が出るらしい、カード。だからまた転売になるんじゃないかって言われてる、餌食になるって。これ1800円、うん。にハイグレードだから、いいよ。 俺、ハイグレードしか買わないんでね。はそうねありだと思います。6月にねんだ。6月なんだ。へえ。どうしよっかなーみんな作ったのどうしてる飾っとく飾っとくだけじゃ済まないでしょ。いつか片付けるときさ。 どっか箱に一つにまとめたりしてるこういうプランも。あ、新型じゃなくて。飾ってちょっと飽きたなと思ったらどうしてる捨てるそのままどっかほかの箱に入れちゃう例えばこのエアリアの箱とかに。あずっと飾ってる。どっか一つでっかい箱を。 最悪じゃねえかよ、それやがっんでまとって。最悪だわ。せっかく作ったのにもったいない。それだめだろ。あ,あ、捨てる、あげるか。こういうさ、こういう箱に入れたりしてない。どっか一つにまとめてないのか。ねえ、やっぱそうなっちゃうよね。捨てるかだよね。そうなっちゃうよな、どうしてもな。

いやだよ、ダッシュボードでプラモとか嫌ですよ。絶対、ダッシュボードは綺麗にしたい派だから、ああいうなんか置かない、何にも。お人形とか置かない。あるある。今まで、あの、硬派で、普通に硬派で、あの、ダッシュボードとかには、メーターとか、あのー、 まああの方向材とかね置いてたやつが急にぬいぐるみとかあの後ろの席とかぬいぐるみとか置き始めたら彼女ができたパターン3段ぐらいで1位だ本当にやだよこの間でもねフィギュアかなんかねダッシュボード助手席のダッシュボードにずっと56個置いてる人いたな死別はそうそうそうね ダッシュボードは絶対ダメ。あの、置いちゃダメですから。車検取らないしね。違反だから。ダッシュボードでぬいぐるみとか置いてると。違反ですから。窓にこう、バーって並べてる人がいるけど、あれ違反ですからね。車にプラマはさすがに置かないわ。さすがにないわ。それはない。ということで、エアリアル完成です。とりあえずね、目標のエアリアル完成しましたんで、 えーと、じゃあどうしようかな、次はな。ちょっと F91 作ろうかな。もともとは、ガンダムデスサイズと F91 が欲しくて、この再販をね、プランも買い始めたんですけど、いつの間にかもういろんなもん買っちゃって大変だよ、もう30個ぐらいあるわ、今。ほんとやばいわ、クローゼットほんと入らねもう。どうしよう。次。 お守り邪魔じゃないフロントに邪魔じゃないダッシュボードの中に入れてるよ俺はこれこれが作りたくてね本んとはねあのガンプで戻ったこれが作りたくてこれとデッサイズ作りたくてねこれに変えましたンガンダム,ム F91 かっこいいよなどどんどん作ればいいいじゃないか笑そうこれ これね、これなんか FC2 であの FQ 年末に配信しててちょうど見てたんで、あ、作りたいなと思ったらリスナーにあるよって言われたんでね。ダイソー新書のガンプラ格納庫シリーズ、104、あ、そんなんあるんだ、ダイソーに。売り切れっぽいって言われたそれかな。なんか売り切れなんでしょ、それ。買えるのかね。 後ろのラフレシアがいい感じ。ね、ラフレシアと一緒に飾るんですよね。デビルガンダム作ったらボンネットにつけてほしいな。い<や> <laughs> そう、これをね、求めてね、あの再販始め、そう、再販を追い始めたらいつの間にかなんかいっぱいいっぱい買っちゃって。積みプラになって、この間崩れ倒れてきて、寝てる時に。あの、お腹に当たってね。起きたっていう。目覚ましになったっていう。 これはいつ発売されたんだろうね ?2020 年とか最近こバンダイが青なんですよね青ね。このバンダイのマーク青なんですよ。これ赤じゃないんですよね。なんで青なんだろうねあ、プラモン、プラモンとか青なんだっけ違ったっけいつこれ販売したんだな <laughs> いやーわからん。いや、罪プラ、あの、ずーっと、 段にしてた、二段にして上に積んでた倒れてきた <laughs> この間 <laughs>。おお。エテアナルウィンド、ほえみはしかる風の中、一曲お願いします。あれじゃなくてね。ああ、あんまり多くないな。パーツはそんな多くないんだな。グレートバトル三で初めて見たやつが。俺もそう。 あ、2だね、2で。F91、ガンダム、ね。これかっこいいですよね、F91。これね。これを、かえ、作れる日が来るとはな。ビギナギナあるんじゃない俺は見たことないけど。そうだね。ね白が多いんだよね。 でも、こんな風になるみたいだから。もともと白いからな。でも、これがハイグレードに来るのか。あるんだね。へえ、いい時代になったね。ほんとに。ま、これ多分2010年代に発売されたんだろうけど。この頃からされててきたっ設定だよねあ、そう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 。かっこいいな。 もうこれで十分なん作らなくていいなんかこれ見て、これ見てるだけもう十分。ほ <laughs> んと。で、パーツがね、1、2、3、4、5、6、7、8。8個か8。8個ランナーがある。わらわらパーツリスト8個。るあるんだ。へえ。なかなか多めにかかえないね。多分今売ってないだろうね。 ちょっと、あー、しまった。しまった画面がおかしくなった。なんだなんだこれ。うわー、キーボードやっちゃった。キーボードの上に落ちちゃった。タイム。うわー、なんか画面がおかしくなっちゃった。なんだこれ。そそんんななこと言ってるるからガンプラにに押しつぶされそうになるんですよわらすいません、ちょ、ちょっと待って、画面消すわ。えー、なに何これ。 おかしくなっちゃったよ。何をしたんだよ、これ。えー、あ戻った。戻った。よしよしよし。いや、プラモの箱が落ちたら <laughs>、変なとこ行っちゃった <laughs>。よし。作るか。 まずは、まずは B か B。胴体 B。これか。細かいな。これもこれで細かいな。ウェブカメラがあるから、今度から料理配信とかもできるね。料理は、いや、料理はやんない。さすがにやらない料理は。 15年前、マスターグレードか。今度、なんかマスターグレードでゼータが出るとか言ってたな。さっきのね、制作時間ね、えー、っとたぶん集中すれば2時間ぐらい。ハイグレードはいつも2時間半とか、2時間、2時間、2時間,2時間半ぐらい。そんなに作れるの絶対でしょ。もうこれ、これが好きなんですよ、この色が。 このビームシールドこのか、ここからだよね、出てきたのね。F91 か。これが好きなんですよ、このビームシールドは。これ子供の時すごいかっこよく見えてね。欲しいなぁと思ってたんだけど、ハイグレードなんてなかったし。当時のプラモは確か接着剤使うやつだったかななんかあんまいい出来ではなかったんだよね、確かね。SD しか持ってなかったですね。F91 は。 144分の1はなかったような気がする。で、えー、そう、そうだよ、そう、これね。多分そう。逆者ではなかったしね。これがかっこいいですよね、この色がね。なんとって言ってましたね。ビル・ギットは死んじゃったし。ただ、結構 F91、F91 残虐で。 あのー、人がね、変な、あのノコギリのやついっぱい死ぬっていうね、<laughs> 子供の時はなんかざん、ちょっと見てられなかったね、子供怖くてね。あ、これ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 、さっき言ったのこれ、このパーツがね、あのー、つ,なぎつなぎ目なんですよ、こういう腕とかのつなぎ目で、昔はこういうのあったので、首とかもこういうのなんだけど、今のね、うん、なくなりましたね、これが。 すごいわ。エアリアルだから。これがなくなってね、可動域がかなり上がったね。あと、これ、めんどくさいんだよ、これ作るの。いちいちはめ込むのめんどくさいんでね。それがなくなったわけもすごいわ。やってみるか、じゃあ。これ、いつだろうね。2015年とか、いつ発売したんだろう。これね、いつだっけな。 去年の11月とか再販があったから、その時買ったな。そう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 、そういや、ほんと、関節、うん、そうみたいよ。今回からなのかなそれとも前から、このエアリアルからなのかね、こういう関節はね、この最近の水星の魔女 なんですかね関節革命はねボールジョイントその代わりつけたり外したりすると弱くなるああ、やっぱそうなんだああ、ブカブカになっちゃうのか昔からなのかねいつからなのねそのボールジョイントねえーっとまずこれ B の銃胴体ですね B の銃 B の銃これか <laughs> 細かいなぁ、なんか細かい気がするな。これ F91 いつだろうねちょっと待ってみましょう。今、調べてみるわ。シャイニがすごい。ちょっと見てみよう。いつ発売なんだろうねハイグレード F91 いつなんだろう発売出たとき、今度の再販じゃないでしょ 今度また再販あるらしいけどね、これ。あ、もうあったんだっけな。F91 いつだろうな。ああ、明日もお仕事行きたくねえ。もうやだ。<laughs> もうやだ。行きたくねえよ。2013年12月21日だって。俺が配信始めて1年後ですね。に発売したらしい。 2013年12月21日、8歳以上対象とした1320円、当時のね、当時の値段で1320円の税込みで発売されたらしいですよ。北斗週末までで我慢ですね本当だね。今は C 型ジョイント多くて折れやすい。へえ、C 型ジョイントっていうのがあるな。どんなのだ C 型ジョイントっていうのがあるんだ。 これ、ちなみに、F. 9十一歌ってんのあの、もう、なんだっけ、あの人。なんだっけ。五十代の、あの、今、おばさんだけど。そんなこと言わずに、居眠りする新卒をぶん殴ってきてくださいよ。笑。千三百円。めっさ安く感じる。十年、うん、前なの,に最新の。そう、最新。千三百二十。これ、しかも、これも、今、もう値段変わってないわ。千三百二十円だわ。うん。ねえ、最新見えちゃう、そうだよね。本当だね。千三百二十円で買ったみたい。 ヨドバシかかなんかで <laughs> ただ今これ売ってない。多分売ってないかな。再販できてないやな。<laughs> またでもすぐ再販あると思うよ、これ。あっ、森口、そう,そう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 、その人があの主題歌歌ってますね。エターナルウィンドだっけワインドだっけあれじゃなくて、もう一個の歌の方が好きですね、俺は。 B の13、B の13、B の13、これか。トゥ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 ーって曲だったかな。ちなみに、そのあの森田が、なんだ森口博子は、あの、当時ね、90年代とか、まあ、全盛期の時若い頃、ええ、私、あ、なんだっけ、 えー、いいじゃないですか、デビュー曲。うらやましい。私なんてガンダムですよって言ってたんですよ。ネタにしてましたからね。私のデビュー曲なんてガンダムですよってね、言ってたのに、今じゃ普通にオタクにすぎ寄ってますね。ここ何年か、なんかネットで、そういうネットがあれだったから。えー、かわいいの今。 これ手元見えるもうちょいズーム。あ、ズームしなくてもいいか。あんまりズームすると気持ち悪いとか言ってるんだもんな。もうちょいズームするこんなもん。こんな感じ。まあそんな変わんないか。どうしても手で隠れちゃうからな。なかなか。で、これを合わせる。こうか。 あいいつ今じゃガンンダムのカバーソング出して金稼いでるくせに本当だよね。あれ、俺はねだからあんま好きじゃないんだよ。歌はいいんだけどね。あの人自体はあんま好きじゃないわ。歌はいいんですよ、歌は。へえ、こうなるみたい。こうやって動くみたい。取れた。<laughs> ここ、こんばんは。あ、ドンキは、あ次回ね、えーと、次回木曜やります。カースイちょっとできないんでね、配信できないんで。なんだこれ。 かてぇな。かた。何これ硬くねうわ抜けなくなっちゃった。あ、抜けた。これで胴体動かすんだ。ボールジョイントではないけど。こうで、ね、こうか。壊した壊大丈夫。なんか抜けちゃうんだよね、これ。うん 大丈夫だよ。で買った方がいいこうかああこれでこう胴体が動くんだねこれで胴体動かすんだなんボールジョイントみたいな感じだけどちょっと違いますけどねこうやって動かすみたい どうやったらスピンと合うんだろうねオートフォーカスって。こうか。こうやって動かすみたい。こうやって。これが多分胴体の真ん中になるんで。あ、また外れたもう。<laughs> あんま動かすなってこと時計の蓋開けあ、そうなのあ、パチッといった。やっとこれでいったわあ。やっとパチッと入った。よしよしよし。はい。で、次。 B の33 B、33 B の33 B、B の33、B の33、どれだ B、B の33。これ多分、このパーツどこだろうね、これ。細かいわ <laughs>。ちっちゃいな、これ。これどこだ角角じゃないよ、これ、どこだろうね。 怖いなぁ、これ、降りそうで怖いなぁ、下手。失敗すると降りそうだなぁ。B の33。あ,あ、これか。33、32。ちょっとで前かがみなり、あのー、前かがみないすると腰痛くなるわ。プラモ配信、まあいいんだけど、ちょっとね、あんまりやりすぎると腰痛くなる。前かがみになるから。アルティメット切りやすい。切りやすい。すごい。 サクッと切れる。あと、切り口がそんなにひどくならない。今までのやつよりは。素晴らしいね、これ。ちょっと高い割にはいいですね。だちゃんとなんかメンテナンスとか、掃除しなくちゃいけないみたい歯のとここれを。 ちなみにさ、あの、坂本龍一、な、何がんだったの肺がんとかがんだったんでしょあの人は。ねえ、去年ぐらいからずっと、もう死ぬ死ぬ言われてたよね。本人もなんか、生きているのが辛いみたいに言ってたけど。何がんだったんだろう。そこまでちょっとニュース見てないんだよな。これを、 こうだからこう違うえどうやってやんのこれこれあーこうかほあ小負けー <laughs> え違うよこれ違うだろ いやー、細かいなぁ、なんか。こんな細かい。あー、こうか。よっしゃ、入っていった。セシ,シリーの髪って超綺麗そうね。どうしどうせやったらクロスボンみたいね。クロスボンアニメ化してくればいいのにね。いつするんだろうね。シーブク、確か腕かなんか目かなんか吹っ飛ぶんだっけ腕吹っ飛ぶんだっけうん。 小説だとねよしこうだこんなに牛乳なの嘘こんな牛乳いいのかこれでいいのかなんかこんな牛乳でいいのかな <laughs> これ見えますこれ 星三クロスボーンに対する思い入れ強いよね。シーブックも。ザいや、スパロボでしか見たことないんでね。あと、まあ、小説ちょっと。こんなんでいいのかな、ななんか、ぎゅうぎゅう詰めだよな。ここ、ここ、これ。こんな斜めになってていいのか。そろそろファーストをフルリメイクとかしてもいいんじゃないですかね。そうね。こんなんでいいのかな。なんか、ずいぶんぎゅうぎゅうだよな。これ、斜めってるし。こんな。いいの、これ。 いいんだね。知らない。知らないよんと。あ,あ、いいんだ。説明書にも斜めになってるな A。1 A. の一の七、A. の一の七。A. の一の七、A. の一の七。直腸、喉頭、肺など全身転移を繰り返してたってニュースでやってたね。え。そんなに。そんなにが、え、そんな転身。 あれな、転移しちゃったの。うわあ、辛いわ。それはそうか。それは厳しいな。ちょっと待って、なんか。あ。 違うよ。これなんかゴミがここ集まるなと思ってこれ敷っちゃダメだよ。このね、プラマ配信、ゴミがたまるから。ああ、そうそう。昔の人はね、めっちゃ飲んでたっていうかね。すごいみたいよ。ほとんどあのガンで亡くなったあの、松方弘樹とか、ああいうところがすごかったみたい昔、昭和の人たちは。 ウイスキーとかもうガブガブ飲んでたらしいからね。朝方まで。そんだけ金回りも良かったんでしょうね。昔は。よくテレビとかやってるけど、昭和の俳優たちみたいなのやってたけど、金遣いが荒かったみたいですよ。えーの、これ。 ここ、カメラ邪魔になるんね。手元邪魔になんだよね。これを、これどこの部分になるんだあー、背中か。すげえ切りやすい。<laughs> こんなさ、こんな優しく切れるもんなんだ、ニッパーって。<laughs> 初めて知った <laughs>。 だって、ニッパーって言ったらミニオンクとかでしか使ってなかったもんなぁ。B の、B の14、B の14。B の14、どれだこれか。いや、これはね、あの、おすすめですまあ、当たり前、もう今じゃ当たり前だけど。 なんかでも昔はいやってた過去の星3に行ってやりたいねほんとだねまああのなかったからね戻れなくるって言ったじゃないですかほんとね勝ちんたお兄さんもやばいからね和歌山富三郎ね勝ちんた息子もやばいけどね亡くなったけどダメな意味でやばいですからね 真剣で確か人をやっちゃってるからね、確かね。こんなに。ニッパーってまたバッチンバッチン行くものかと思ってた。こんなに静かに切れるんだな、サクッと。すげえな。ただこれ5.0だから何回も出てんだよね。改良改良重ねてるんでしょうね、5.0。5回ぐらいアップデートしてるんでしょうね、このニッパーなるまでが。 あ、角なんだ。やっぱり角なのか。わかりました。角か。これをどうすんだごめん、ちょっと手元ね、見にくいんだけど、すいませんね。これどうするこれをこれがこうだから。これどこにつけんだ ?A の14を、 ここああはいはいはい。あ F91 の後ろね、これね、やっぱり。外れたー。ここにつけんのか。こう。ああ、わかりますこれ、この部分。こう。F91 の背中ですね、これね。背中のファンみたいなところだね。ブースターみたいなとこですね。 ベスパーの真ん中ぐらいあるやつで A の11の6みんなもツンプラ作ろった方がいいよ積んでるのこういう配信時にさ一緒に作った方がいいよやったたねねももうう割がたできたようなもんだ、ね、<laughs> こんなにあるまだまだいっぱいあるわ 今日からでもなんか、角ちちっゃい、これだよ、これ、角。4つ積んであるとか言ってたの、これですよ、これ。これちっちゃいよね。ハイグレードだから全部ちっちゃいんだけどさ。どうもマスターグレードはなんか好きになれねえんだよな。でかいし、邪魔になるしな。 独特。すごい独特。うん、独特だね。会社でガンプラ作るよどんな会社よ。<laughs> どんな会社だよ。許してくれんのかよ。許してくれたらいいけどさ。それで金もらえるんだったらいいけどね。お、ま、前、あ、何やってんのお前。いや、ちょっと今ガンプラ忙しくて、作るの忙しくて。狂人済ませますから。うん、もう帰っていいよ。言われるもう来なくていいよって言われる。 バンダイだろこの F91 っっておっさんみたいな顔あ,るのあー、とりあえずこれ胴体、これ胴体です。これね、こう、これが胴体になります。これ横かとこんな感じで、これが後ろですね。これね、ここなんとなくわかるでしょう。えーどう、おっさんみたいな顔っていうのあー、わあーししわ、しわ顔ってか、わかるわかる。うん、あるよ。 ほら、ありますよ。シワ顔、これね。ここがプシューってね、あの熱が出るんだけど。これ、あー見えねえなー、難しいな。あ、ピンとあった。これ、これ、これこれです、これ、これ。おっさんが状ね。状態そうそうそう、オープン、オープン。そう、オープンすんだよ、これ。これね、ありますよ。社内部活 俺、このオープン状態結構好きだわ。そんなねみんなのところだ、新卒入ったでしょ、みんなのところだって。入ったでしょ、新卒。先輩としてもさ、あれを、なんかね、威厳を見せなくちゃ。ガツンと、ガツンとやってください、ガツンと。 ってやったたらパワハラななんだよなただでもビシッと注意するとか注意するけどね。ああ、可愛い子いる。うん、2人いるわ。2人いる。そのうちの一人があの坂本龍一知らないって言ってた。誰ですかって言ってた。B の239。B の39。B の 39, B 39、ね。B の、あれないじゃん。B の39。 B の39。ちょっと待って、ない。これか、こんなちっちゃいのか。坂本隆一、でもなんか、喧嘩してなかったっけ同じメンバーかなんかの人と。違ったっけ何ん仲良くないとか言ってなかったっけガンプラ部やりたいよ。やりたいけど、暇ないよ、そんな作った暇。 バンダイに就職しないと無理でしょうね。バンダイ就職しても多分すぐにはできないでしょうね。ああいうの最初は営業とかにやらされるっていうし。バンダイってさ、新卒応募してんのそういえば。あんまりなんか応募しないイメージあるんだけど、してるのかね。ゲーム、ゲームとかもあるし、いろいろありますかね、バンダイはね。いろんなのに手出してるしね。 これはこれがガンプラが仕事になるとそれうそうだな。そう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 だそうそうそうだよ。楽しみなそうだよ。そうなるよ。うちらみてこうやって笑いながらシャ作れなくなるよ。うわあ、あそこの関節どうしたらいいんだわかんねえよ。こんなの嫌だよ、俺。作りたくねえよ、こんなのみたいな。あると思うよ。 この肌の色どうすればいいんだよみたいなそういう特許とか取ってるからねそういうのでね徹夜とかなるでしょうね下手するとまあでも自分の考えたやつがこうプラモ化されたら楽しいだろうね D の 3D の 3D の 3,、D 3, D、3あれ ?D がない 星3派さ,んはさ面接でガンプラ作ってお金が欲しいっすってやつ取りたい上司は早く作れって催促してくるしよ <laughs> 無理だわ無理え ?D がないよなんでえない嘘だパーツがないああ、ったったこんなちっちゃいのかこれ D かあ,あこんなちっちゃかったあーびっくりした 付属の入ってないかと思っちゃっよあと皆さん転売屋から買うのは絶対やめましょう絶対転売屋から買っちゃダメだよ D の 1D の 2D の3これもね転売屋ではないんだけど、まあ、ネットで買っちゃったからねオークションとかで買っちゃったからねどうしても欲しくて売ってないから ゲルシャアのゲルグル買っちゃいましたけどねちょっと五百円プラスになったけど定価より転売なのかわかんないけど車内なのか外注なのかどうなのかあどうなのね車内じゃないのかねあー確かにどうなんでしょうねあ外注もあるかもそうかもねありそうだねこれで星君はどういう仕事したいのずっとガンプラ作ってミニオンファイターみたいになりたいです 笑,笑われそう<笑>,笑われそうだなそれないかないか500円は何これこうかぶえっ何ブックオフ売ってるの あ、こんばんは。星星さん星さんんもう1個机用意しててランナーをアルファベット順に並べておくとやりやりす,い,ですよいや、そうなんだけど、いや、一応横に机あるんですけど、今、エアリアルが邪魔してるからさ、じゃあエアリアル、これね、今日作ったやつ、ちょっと、どっか置きます。他のとこ置きます。そうだよね。そうしたい。そう。箱もいいよね。箱もいいよな。そうだね。そうしよう。 で、これが、あの、俺がいつも使ってるニッパーとか入ってる。そう,うですね。ちなみにさ、墨入れも、いや、あの、墨入れもさ、俺も20年止まってる、20年前から止まってるからさ、墨入れって細ペンしかやったことなかったんだけど、これだっけ。流し込みっていうのあんのね、こういうの。 いやもう当たり前ですけどね、多分今だと当たり前なんだけど、こういう流し込みっていうのがあってさ、あ、ほんと、これすごいね。これ楽だね、これ。みんなこれでやってんのかな、今は。もうペンじゃないのかな。こういう細ペンで俺やってたんですよ、20年前はさ。こういうの、墨入れ用の細ペンでやってたんだけど、流し込みっていうのはあの、これ、チョンって置いたらさ、勝手にシューって流れていくの、液が。 すげえなあと思って <laughs>。20年前止まってるんでね。缶入れて流しゴミって聞いた？館内で流し込みで、これどうやってちょっと使うのかわからない。一応買ってみたんだけど、消しペン。これがよくわかんない。マッキーの一番細いのでよ。いいあ、あまあね。いやマッキーのー塗装するからエナメルの瓶のやつエナメルの瓶。 これ、付け方いまいち分かってない。まだ開封してないんだけど。墨入れとか、失敗した時に消すらしいんだけど。これ使ってません、まだ。デルた多分ね、なりそうだけどね。ま、専用の買った方がいいんじゃない専用の、うん。ま、安いから200円、150円とかだから、ま、あ 買っていいと思うよこういうのは。全然知らないからさ。ああそう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 だからそれで消しゴムでゴシゴシやってるわ。消しゴムじゃダメやっぱり物だから物の消しゴム買ったんだよね。ダメかなやっぱああいうなんかマーカー消しみたいなああいうのの方がいいのかな えーっと、これで、ああ、胴体か、これが。なるほど。まだ消えてない。そういうとこも教えてほしいわ。塗装はね、さすがにちょっとやらないんで、塗装までは私はいいです、俺は <laughs>。塗装はね、なんか時間かかるしね。 いいや、塗装まではいいや、そこまでやっちゃうとね、ちょっと。疲れそうなイメージだから、そこまではいいや、墨入れまででいいわ。これで胴体、できました。胸ですね、これ、胸、胸のとこ。横か見ると特にわかるね、これね。あ、まだこれ、ついてなかった。あとな、あのさ、 あれもやったほうがいいのあの、やったほうがいいっていうか、光沢消す、艶消しのやつ、トップコート。ああ、どうなるの,うなるのやってみようか、じゃあ。やってみましょうか。お試しでちょっと、ちょっと待ってね、これ今つけちゃおうから。流し込みはですね、わかるかな あ,あちょっと白くなっちゃったなあ,あ胴体できたよし流し込みはちょっとエアリりよでやってみようかじゃあこんばんはパーツめっちゃありますねありますよわわからなくなりそう今ね f 91作ってるわ墨入れする前にディテール掘り直しするともっと楽に流し込みできるよあー やり方がわからない。教えてほしい。<laughs> 星3。小さい箱用意してランナーの切りかす。入れとくと後片付け楽よ。星オリジナルカラーリングガンダムとか作ってみたくない。オリジナルカラー,ー,ー,のあ,ーあの切りかすはね。ここに溜まるんだよ。ここ,ここの溝に溜まるから、ここで回収できるから大丈夫よ。そのために溝があるこれ楽だよ。結構楽っていうかあのいいよ。ここの溝に溜まるからそれでザーってゴミ箱に流せばいいし。 こういうさ細かいとこあるじゃんこういうとここれ見えるよねこういうとこにあの墨入れするときこういう流し込みらしいあほんとあそっ,たそっかそういうことか穴を深くするってことかふむふむでまあ例えばいいやこれでいいか グレーでいいわ。あ、でも黒でやってるから黒でいいか。流し込みマーカーの黒。ですね。こういうふうにあるんですよ。こういうペンが。こういうのね。こういうペンがあるんですね。こういうのが。で、これを。 ちょっとごめんね。あの手元見えないかもしんないけど。モーーールドってマカのに売ってなかった売ってたかも。こう、こう、こう。こんな感じよ。こんな感じで流し込めるのよ。うわ見えないかな本ほんとだとね、ここ、いやー難しいな。これでやるの難しいんだよな。うーんとね。ちょっとむずいな。こうやるでしょう。あーごめんね。カメラぼやけるわ。ピントが合ってない。 ピント合わない。むしろ、動いちゃうから。こうや、あ,あこう。あこれ、た、見えるかなほら。わかるこの溝に流れあの、勝手に液が流れるんですよ。あピント合ってくれ。ああ、こんな感じ、こんな感じ。今、点がついてあそこから流し込んで、あの、こういう細いところに、行くんだよ。で、この、 なんか丸がついちゃったんだけどこれは後で消せばいいからもう一回やってみようか難しいなこれ手元が映すの難しいなうんとこ,ここからいけるかこうああ<ー>分<う>かったかっあーちょっと変なとこまいっちゃったけどそ,そう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  分かったこれ流し込んだでしょちょっと変なとこまっちゃったけど。こういうことを流し込みタイプって。こういうことです。便利だわね。で、ちょっと乾いたら消すらしい。これはね、俺知らなかったわ。これ流し込みって。これ100円とかで、150円とかで売ってる。普通にあのガンプラコーナー横とかに売ってる。これね。で、あとは。 まあ今まで俺がずーっと昔からやったのがこれですね。墨入れ用のペン、普通のペン、マーカーペン。これね、これでやってましたね。これは普通にあのもう細いペンだから。ま、あこんな感じで普通になぞればね、ここ。カメだって難しいな、もう。 そう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 。このね、ここ、ここですね、今。こうやって、チューってやったの。これもいいんだけど、まあ、これでもね、いいんだけど、この流し込みだと、まあ、細く見えるんで、あんまり目立たないんでね、い,いいかもしれない。自然な感じいいかもしれない。で、何で、俺をこっからわかんないんだよ。で、これをやるのこれね。<laughs> なかったよ。確か20年前は。ディスキィに作ってるときなかったよ。これをやるんだけど、これ。消しペン。なんか、綿棒かなんかでやった方がいいみたいに言われたんだよね。動画とか見てて。綿棒に染み込ませてやった方がいいとか言われ、言ってたな。綿棒必要か。ちょっと持ってくるか。 ぜひねあの、チャンネル登録と、ね、高評価お願いします。あの普段は、ね、ゲーム配信やってるんでね、次回は今週はちょっと、ね、週休3日なんで、次回は木曜やります。 初めて今こうやってガンプラ配信やってるんでね。ええと。え、FG ちょっと待って、えっと。で、これを。誰か教えてくれ。このままやるの。これでいいの。いいのかな。ペン先を下に向けて、数回演に押すと電気が出ます。 出てこないよこれでもう出てんのかなでえ出てんのかなわかんねーな,いなこれで星さんに高評価すると悪部ばっかお勧めされるようになるってマジですか違いますよねプッシュしてねああいやネタバレすると星さん起るから できたああ、ちょ、ちょっと。ああ、いいじゃない。こんな感じ。あ消えた、消えた。あいいな、これいいな。消しゴムで消すよ、簡単だわ。見えて。見えて。わかるこの点がなくなったの、さっきの。カメラ頑張れもっと話すか。こうか。こう。 オートフォーカスなってますこれ <laughs>。オートフォーカスなってんのこれ。ほんとに。逆にいらないオートフォーカス。ピント合わせるのって、向こうに合っちゃってんだよな。こいつに合ってんだな。こう、こう、こう、こう。ああ、来た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 こう。ああ、いいね。あー回るあ、丸。あこれ楽に消えるわ。これいいな。 あこれ、再発…あの新しい発見だ。発見っていうか、買ってよかった。買ってよかったシリーズ。ちょっとじゃあ、ここだけ墨入れやっちゃおうか。うーん、なんかあまりうまくいかないような、こんな感じかな。 ちょっっとピントが合合いづらいらでで回星さんの顔で合わせてもらってもいいすか <laughs> あったよ。ピントあったあった。こんな感じ。墨入れすると。これ今流し込みで、スーッと流れてった。細いところに。で、なんかもっと何、彫刻刀で削るのこれ。するともっと楽らしい。って誰か今言ってたよな。で、これを。 あー乾いてからの方がいいか。これをねえ、うん。これを。ああ。やっぱちょっと乾いてからの方がいいな、これな。その方が綺麗だなた。消しゴムの方がいいのかな、やっぱり。でもないか。 余計なとこに消えちゃうんだよなあーでもこれ楽だわ知らなかったこんなのが売ってたなんてちなみにこれは定員に勧められました乾かさないとにじんじゃいますよ <laughs> ダメだねうんにじむねやっぱりねちょっとお金ダメだねこれちなみに定員に勧められました ヨドバシの店員に話してたら、ああ、じゃあ買った方がいいですよって言われて、これ買いました。ほんとかよと思いながら買いました。そしたら結構みんなやっぱ使ってるみたいだから、当たりだったみたい。ウェブカメラ買った時に照明はいらないな。照明。これ自動で照明ついてるし、この、なんかいろいろね、ついてんのよ。HDR とかいろいろついてるから、照明とか明るさとか自分で変えられるからさ。照明、あとライトがここに、あの、 こっちにあるんで、机、デスクライトがあるんで、まあ、それでなんとかやってる。このののガンの棚が買うだろって策にはまったのねかもな。<laughs> かもな。<laughs> そうかもな。<laughs> いや、話してて、だから、久しぶりにやってるんです作ってるんですけど、ないっすね、最近ね。いや、ほんのね、なんか、転売屋とか、一時期多かったんですけど、とか言ってたら、いろいろ話してた進勧められて、 変えましたあれ、スタンドとかいったあった。まあ、こんな感じで。ここのね、ここ。ちょっと恥ずかしいとこ見せちゃうけど。ここね、ここに、このスタンドを刺すと。最近はそういうらしいね。穴がいっぱい開いてるんですよ。こうなりますね。エアリアル、完成です。 さっきね、ちょっと見せたけど、完成、これで完成です。うん、で、今、なんだっけ、F90 作ってんだよ。<laughs> そうだよ。女が主人公だからねそうなん,この、ね、おん、このね、女がね、なんかちょっと頭ボケてるような悪い、なんかね、パッパルパルなやつよね、大丈夫、この子っていう感じ。あんまりなんか、だからね、好きじゃない。 で、F91 は。どこまで行ったっけここまで作ったから、胴体作ったから。今日はちょっと無理だ。あと30分ぐらいしかできないから、今日は無理だけど、まあ、ちまちまこれも作っていきます。次。あこれ後ろになるんだ。あんまり悪口うと胸腰たたきされますよ、星さん。<laughs> これ後ろか。これベースパーのやつか。つけるのか、ここに。 ああ、なるほど。ベスパー、バー。なんか、こんな明るかったっけカメラ。こんなでしたっけこんな明るかったっけなんかすごい明るくなった気がする。気のせいかな。はい、次。頭部。A の2。A の2。これか。 いろいろね、動画の配信、他の人はどういうふうにやってるのかなと思って、配信見たの、ガンプラのやつ。俺、今、こうやってさ、手元、なるべく手元を意識してね、みんな見えるようにやってんだけど、ひどいよ。ひどい人なんかひどいよ。もう自分の顔、やっぱ目の近くでやったほうがいいじゃん、見えるから。カメラ何も映ってない状態で、これでよ。ベースバー、そう。ベースバーね。ベースバー。これよ。 これで切って何も映ってない状態でやってる人とかいるよ。こうやってさ、何も見せないで、女性だったけど、目が悪いのか、まあ、手元で見えないから分かんないけど、こうで、あ、切れたーつってこんな感じ <laughs>。とか、あと、 あとやっぱ真上からやってるカメラ、こう真上に真、真、本当真上に置いてやってる人もいましたね。そういうい配信派人気派どうなのわからん。録画しか残ってないからな。どれくらい見てるか分かんないけど、でもそれでも2万人とか登録者いたな。くソそが。羨ましいな。のののおじさんんに渡してるんですよその女の子派かもな。<laughs> かもね。 とか言いましたね見えないじゃんと思いながら。まあ、俺もさ、どうしても近くでやっちゃうときもあるけど、なるべく、まあ、みんな見せ、見えるように、こう、やりたいなと思うけどね。真上はね、でも、ちょっと酔うかもしれない、あれは。酔うかもしれないね。画面が結構近いと、アングル失敗すると酔うかもね。 頭み、こま、ちっちゃいな、頭。こんなちっちゃいの今何人だ今。今、あかんない。260ちょい。まだまだだよ。こんな頭ちっちゃいの ?F91。言っておきます。<laughs> ます何誰か知り合いこれエアリアルよちっちゃいじゃん、これ F91。F マジかよ。こんなか逆か、こうか。さすが小型。ねえ。すげえちっちゃいわ。マジでこれ。嘘。いや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 、ちっちゃいよ。俺、ほんとハイグレードでしょ。こんな小型なの。 F91 うわーあほんと手相占い誰かやってくれえー、こんなちっちゃいんだシールいや普通にでも女性でもガンプラ配信やってるんだね子供の時作ってましたとかねへえー、女の子でも子供の時作る人いるんだなと思ったわ ちょっっと意外だった6うわちっちゃいなこれ本当はシールピンセットで貼ったほうがいんいんだけどいやーこれはー <laughs> 貼りたくないな見えますこのちっちゃいシールをこれを従来のガンダムがだいたい2 0メートルで f 91とか1 6メートルだっけ 薬指の下にまっすぐ伸びてる線は、自分の好きなように生きてる線だった気がします。宇宙兵器の無数でも、F. 九十一とか V. ガンハファーストガンダムよ。小型高機動な無数ですから、等倍で百四十四分の一にしたら、そりゃ小さいですよ。塗った方がいいんじゃない?。これの、のこのと、ここに。作ってましたが、真実だったりして。<laughs> かもね。これ。塗ると、でも、この色は出せないな。<laughs> これは厳しいな。ピンセット、ピンセットでも。 いやー、厳しいな、これ。置く、置く感じで行くか。爪の上に置く感じで。すすみませんサクレが気になりすぎてえあ、これつま、爪楊枝。つまようじで。押すのはね。置くまでがたこれ、あ、ささくれこれでも剥いちゃうと、あのー、中にばい菌入っちゃうんで、ささくれはあの取らない。絶対取っちゃダメだよ。自然に取れるまで待ちましょう。 あのバイキング入るんで、皮膚からこっからね、取ったら、絶対取っちゃあめって、皮膚科の先生が言ってた。確かに、俺もそれでね、あの、一回腫れたんだよねでね、さくれ取りまくったら長ければね、半分ぐらい切りますけどね、根元は切っちゃあめだよ。くぅ目が悪くなりそう。ガンプレやってて目悪くならない。大丈夫細かいから。 うわあ、はれるわ、うまく晴れるわ、いけるわ、いけ,ける、いける。削れちぎるなんて考えたことないよ、笑つめ切りできるよ。あ、あ<れ>根元は切っちゃめない。でボロボロじゃなくなってる？逆向け取って戦闘行ったら晴れました。マジ？パジャマのス、あー、パジャマ今日は変えたみんながボロボロ言うから、俺は別に寝巻きだから関係ないんだけどさ、まあ、みんなに見せるにはやっぱそうね、ちょっとあれかなと思って変えました。 洗い出しました。おお、でもまあ20年ぶりにしてうまく晴れてるな。たぶん。あ、眼鏡一応かけるときはかけるよ。今かけてるの、これ。見て、これ。パソコン用の眼鏡。ますごいね。パソコン用の眼鏡。どなシ 別にメガネ作ってますけどね。とりあえず貼れたな、ちょっと斜めになってるけど、修正しよう、爪で修正だ。なんでだよ、なんでディフメガネなんで。ああ、いや、この方がレンズがでかいから視野がさ、広いな、あの今まで細いやつ使ってたから全然見えなくてさ、鬱陶しくて、変えたんですよ、メガネ、レンズでかいのに。 どなしだから5000円だって、これパソコン。一応パソコンをかける、まあ意味ないとは言うけど、ブルーライトの。あんま意味ないとは言うけど、でもこれあるだけだいぶ楽になりますわ。今までなしでやってたら、視力ガクッと下がったよ。できた。腫れた。とりあえず腫れたわ。腫れました。腫れた。なんとか手と爪で腫れた。 <laughs> ちょっとね、ちょっとまあ、もうちょい押した方がいいんだろうけど、ちょっとあんま押すとまたず,ずれそうだから。腫れたわ。20年ぶりにこういうのやってるけど、あ、衰えてないな、まだな。次、C の1。C の1。あとやっぱみんな言うのが、名前言いますね、これラン。A の1とかね、みんなやっぱ口に出して言うわ。やっぱそうなんだな。誰もやっぱ一緒なんだガンプラ作る人って。 ピンセットね、今ちょっと手元にないんですよ。本当はピンセットがいいんだけどね。で、見て見て、この細かいの。マジで細かいね。F91 ってこんななのうわうわ、ここにもシール貼れっての。え、5番 ?5 番こんなちっちゃいの これをこれをこの頭のここに貼るのそうでしょピンセットでもうまく貼れる俺あんまピンセットさ、うまく貼れたことないんだよね。ちょっと待ってくれ。そこ入らないでくれ。変なとこ入っちゃったよ。 まずい変なとこ入った角のとこに入っちゃったやーべああま参ったな先の細いピンセットあるじゃんそうねああちょっと待ってそこにつかないで頼むこれだよこれこのシールだよ鼻くそくそじゃないけど <laughs> ゴミゴミみたいなシールだよ これを貼らなくちゃいけない。ピンセットがこれじゃダメだよね。これじゃダメよね。これじゃこのピンセットじゃいけるかな。星さんの鼻くそキラキラしてますね。そうだよ。エナメルだから。知らなかったの。 エメラルド系だから俺のそれかカッターの先につけてはるあーなるほどねカッターの先か <laughs> でも俺は指で貼っちゃうんだなほらよーしできるじゃん。 やれるじゃねえかよ。腫れたわ。腫れる。まあ、腫れるのは当たり前かもしれないけど。き綺麗に腫れたな、意外とな。え、もうめんどくさいね。カメラピンと合うの、合わせるのって。腫れました。頭のこの、この真ん中のここ、ここね。腫れました。普通に手で腫れました。あとピンセットで押せばいいな。 OK! よし。で、次が C の1をここに入れる ?F91 ってこんなちっちゃいんだ。ハイグレードだよね。これ144分の1だよね。こんななのちょっと思ってたのと違う、えー。おー、いいね、いいね。よしよしよし。次。F の1に、はい、これ来ました。これ。 これですこれねこれいきますこのつのね今何時 ?F の12こんばんはこんんばは作ってるよ F91 作ってる今さすがにちょっとデュフ言いながら無理だ2023-040401-0744 1>, 1時何分か。あと23分。1時半までやるわ。F の2。F の2あ。でもあれだね、あのー、当たりはずでもあるみたいだね。最近のだと何でもいいのかなって思うけど、そうでもないみたいで、結構当たりはずであるみたいだね、やっぱり。きっと、あのー、プラもね。特に、ガンダムは特に。 f 91スカ08招待見てました今日ああ、それもなんか出るん、来週、今月出るんだよ、グフカスタムが。それ欲しいわ。陸戦型とか欲しいな。あの、エアリアル今作り終わりました。こんな感じで。こんな感じで作り終わりましたエアリアルは。これね。 で、あのー、残った時間 F91 ちょっと作ろうかなと、今やってます。たぶん全部は無理だけど、今日は。1時半までだけど、こんな感じで、ちょっと見づらいけどね。ニューーーガンダム全高メメトトル f はメートル f はこれだけ違うんですよええー、そんな違うのそれを C ブック乗ってた、あんなちっちゃいの。全然なんかちっちゃそうに見えないけどな。<laughs> これをどうすんだこの <laughs>、ほんとちっちゃ本ほんとにこれ144分の1になんのかこれ。これをこっちか。こうか。おー、ああ F91 になったわ。F91 でもあれだよね。 ずーっと、最、あの、初期の91年からずっと使えてましたよね。F91 年、ね。ガンダム。えっ、ー、と、確か90、ビクトリーまでなかったから、2、3年ぐらいずっと使えてたよな。ゲームとかでも。できたあー、F91 になったわ。これ。わかるよこれ。F91 の頭。顔面、あの、ヘッドですね。<laughs> あ、相手もちっちゃいのか。 これ F91 だ、この角は。うん。なりましたね。うん、ちっちゃい、ほんとちっちゃい。エアリアルの方が作りやすいわ。<laughs> なんか作りにくいみたいに言ってたけど、頭。向こうの方が作りやすいな <laughs>。だってさ、だって、ザクの頭これだよこれよ F91。やだ、絶対ダメだよ。見なくなるよね。待って、待って、これ。新型のプラもこれだよ。これ。<laughs> 全然違う。頭の <laughs>。これだもんね。いやー、マジか、こうだよな。こう。ちょっと逆になってます。ごめんね、逆だけど。画面的に逆だけど。 全然違うよ。これをハイグレードか。これはマスタグレードの方がいいかもな。<laughs> 次、A の2、A 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 の2、どれだ ?A 2の2か あ、買ってないな。アシュタロンは、あの、ハイグレードのしか買ってこないだ発売したやつしか買ってないなかねえ、いやー、ちっちゃいよ。顔面もちっちゃいよ、これ。もう一サイズ大きめの顔あるのあるなんか、大きめの。A の2の31。普通のやつか、普通の顔か。これ、墨入れめんどくさいわ。 あ、RG のなんかエピオン、そういえば、アマゾンで予約あったな、昨日な。予約再販してたな。だけど、なかっ買わなかった。欲しいけど。欲しいな。エピオン欲しいけどな。エピオン好きなんだけど。くマジかよ、これ。これ、顔面。そんなできないでしょ。これ、顔面。 あ、マスターグレードある売ってないでしょうね。これ顔面です。顔面。<laughs> そこにまたこのちっちゃいシールを貼るのかまあでも俺マスターグレードね、あんま好きじゃないんで。基本多分ハイグレードしか買わないと思う。ガンダム系は。星3んゼクス様とトレーズ様どっちなんだい 俺はとりあえずの方かな。そうだよね。そうそうそう。そうなんそうなんだよな。ーーなそ,それ言われると辛いな、ちょっとな。でもあれがかっこいいなあのビームサービルが。ああ、しかも目はこれ貼るタイプなんだね。エアリアルは目は普通にクリアパーツだったから。塗装済みのパーツだったからな。これ貼るんだ。 で、C の2、C の2、C の2、えー、C の2、これか。ニッパーでパチッてやったら飛ん,で飛んでいく。うん、ほんと飛んでいくと思う。調子こってパチパチやってたら飛んでいくわ。いやー。これは <laughs> トールリズの方が好きやだけどね。あ、でもエピオンの方が好きやですね。 あ、でも子供の時ね、144分の1持ってたの作ったんだよ。思い出はあるから作りたいわ。いい時代になったよな、ほんと。いろんなのがあるもんな、ね、今な。ブラックサリナ今度出るみたいだしな。欲しいな。欲しいけど。あああ、大丈夫か。ああ、やっちゃったかな、これは。 余計なとこ切っちゃったかな、これ。あ、大丈夫か。いけるか。よし。そう。モデロイドかなんか出るみたい。いつ出るか知らないけど。ごめんね、なんか雑談っつって、なんかすごい、なんかずっとマニアックな話ばっかりになっちゃって、すいません。他にも、他の話題でもいいよ、全然。 いいね、他の割れでもね。えーっと。あー、これ、あれか、フェイスノーマルと、あの、おっさんバージョンか、オープンフェイス、どっちするか、ここでもうやん決めないとダメなの、これ。とりあえずノーマルフェイスで。多分あのいつか出る、あのもう出るって言ってたよ。 今制作中ってまあ改造して鉄仮面乗せてもいいよジャンプさんの彼女 <laughs> いやなんでもないですごめんなさいブラックとか言って中身が普通のエステバ X なのでは <laughs> あ、これなんかやるみたい泣けたでしょあの映画 <laughs> リューナイトも出るんだよなもうなん。 いやでもいい時代になったな俺の時だって全然かプロおもちゃはなんかショップまあ超合金とかって言ってたけどガチガチのしかなかったもんなプラもなんかなかったしなプラもガンダムぐらいしかなかったガンダム戦車飛行機戦闘機とかそういうのしかなかったしな好きだよリルリの風呂シーン何度も見た変態だ、うん <laughs> いい時代になったなほんとないい時代になったなほんとちょっともう20年ぐらいはちょっとっていうか20年ぐらい離れてたいつの間にかいい時代になってるわこれをどうすんのあ

え、何を再放送見た？あ、じゃあごめん、なんか噛み合ってなくてすいません。あ、これ頭をこれか。これカブあのー。ナ重すぎてギャブで薄めないと見てる側もやってられないからね。そうね。こうだ。頭差し込む感じ。ああ、なるほどね。あれ。ああ来た。もうサクッとほら。これで FQ。ああ来た来た来た。かっこいいかっこいい。 F91 の生首。はい、えーあ、これ面白いですね。面白いというか、いいね。ヘルメット、やんヘル,そうヘルメット、ヘルメット。ーーのああ、そういうことか。うん。い、ホ放送の時期はもう、あーううーーうあー、そういうことね。いやいや、でも、雷神王とか、あのー、ね、あの辺のゴーザウラとか。 今プランも出てんじゃん普通にいい時代になったな1万円ぐらいかかったおもちゃをさイトーヨーカルダダコネてさ言っても買ってもらえなかったのにいい時代になったよほんとで絶対無敵えそうあれマーメイドガンダム作りたいな売ってないか 売ってないないこれもしかしてフェイスもう1個作るのあそうだよねええもいや買ってもらえない超大きいの買ってもらえなかったよ全然買ってもらえない全然っていうわけでもないけどまあそんなしょっちゅうはねでいつの間にかファミコンに行ってゲームの方に行っちゃってたからもうあとはゲームばっかりでおもちゃっていうのあんまり買ってもらわなくてます、ね あ,あ俺も俺もその辺だったよあーこれ作ったよ144分の一とハイグレードかなんかマーメイドガンダム派ドラゴンガンダムと死闘を繰り広げたほどの機体なのにな <laughs> マーメイドガンダム派名前汎用ガンダムに変えろって痛くなるまい <laughs> あのあれだよ、風車のやつ作ってな風車みんなに風車のやつが似合うわ こうかあ、ごめんなさい。ちょっと手元で。結局やっぱ手元で、あれだね、カメラ見せながらやるとって難しいね。今日初めてさ、配信やりましたけど、こうやって。私派、ガンプラ派、ストライクガンダム。作って終わった、わら。あー、あの 2000… あの、やってた時か。あ、俺も持ってたよ。あれ作ったよ。やったやった。ネーデルガンダム派、量産できる機体なんだぞ。これ…と。これでまた C-4 なのか。C-4。4 これですねいや、それこそ S に無社とかその辺で終わったんな。でもやっぱディスティニーか。ディスティニー欲しいな、もう一回。ディスティニー売ってません再販ありませんかねなんか最近のに出てないのかな ?RG とかリアルグレードとかで。 これを、こう変えてで、これを取ってで、これをつけてこれガンプラじゃないけど最後ハルトアイゼンリーゼだわ作ってないけどブレイドライガーもあるでよまあすごいじゃ作った方がいいよ <laughs> もったいねえよはい来たこれフェイスオープンバージョンネーデルをバカにするなんて星3派全国千七百万のオランダ人口を敵にしたよ <laughs> ほらか、あ、かっこいいじゃん。これ、あと、炭入れ、ここちょっとすればね、かっこいいっすね。お、いいじゃない。これ、ちょっとね、老け顔なんだよ、ね、出た老け顔なんですけどね。え、あと、多分この角のこの辺切らないとダメかな、リ作りたいこい笑売ってないな。今、たぶん、ディスティンーとかああいうのは売ってないな、もうな。再販ないな。いい,い,ね、いいね、これ。うん、ちっちゃいけどね。ただ、ちょっと下引っ張ると。はい。ヘルメットです。<laughs> 本当に <laughs>。 ヘルメットタイプ。これ、劇中でもありましたからね、ヘルメットかぶせるのねあ。ガンダムってそうなってるんだと思ったもん、あれ。こ,こうやってねあのじ、劇中で本当にこういうヘルメット取ってたんだよ、こうやって。ああ、これは面白いね。で、この角のとこをちょっと切らないで、これダメかな、これ。切らなくていいのか。いいんだ。 あ、切らなくていいんだ、これ。一応、ノーマルフェイスいきましょう。これでもなくすなー、細かいな。あ、デビルあったないや。首の、あ、ちょっとこれ折れそう怖いな。パチンといかないわ。えいかないじゃん、パチンと。怖い、怖い。折れそう、折れそう。 ただ細かいま,まあガンダムってて言ってもサナリー製だししアナハイム製じゃないし <laughs> あそうだねああやっぱノーマルフェイスあーノーマルフェイスそうねオープンフェイスもいいけどあノーマルフェイスですかねやっぱりうん <laughs> ぼやけるなほんと難しいなカメラ映すのってこれね ノーマルフェイス。グド細胞ってすごいなこうですね。こう。はい。やっと頭ができた。で、次ははい、もう1時半か。あっという間だね。雑談らしい雑談なんかしてませんね。雑談しながらって言ったけど、してませんな、そんなに。ごめんなさいね。そんなにしてないわ。 A の1、A の1、A の1の1の17、A の1の17。これだ。あ、あ肩か。肩のところですね。これですね。次回はね、ちょっとね、2日履きます。あの、4月はね、結構週休3日になっちゃうかも。ちょっと忙しくてね、研修やってるからさ、今、新人の。 次、木曜日になります。次はあのー、ゲームやりますんでね。木曜日、ゲームやります。久しぶりレトロゲームをやろうかなと思って、スイッチでドンキーコングやろうかな。スーパードンキーコング。一番やりたいのツ2なんだけどね。まずは鳴らしでンを。いやー、本当だよね。 週休3日で仕事したいよね働きすぎ日本 <laughs> しゃべってないよ別に多分聞こえてないと思うギャャーでーうるさいって言われるからやばい時はうーんと PC の C の,の 2P え PC の2って何 ?PC ってどれだ あ、これか。あの本当だよ、言ってるよ。あ、そうだ、そう、これポリキャップっていうんだそうそうそう。これがね、昔のはあったんですよ、そう。今のはないんだけどねそう。ポリキャップ、そう、ポリキャップ。そうそうそう、そうだ、この素材ポリキャップっていうんだ、そうだ。それがなくなったときもすごいなと思ったわ、今のエアリアルは。 パパソコンの2パソココンンのの番オースンですよ <laughs> 新人がやかしそうだなそれ。いや変なとこ押しちゃいましたっつって。えー、っと。あれ違うな。A の17のこれはどこだこれをこうか。 あ、これ腕、の、あーこれ腕、ここで腕になってるの。ほうか。ほんとだよね。いやー、ちょっと。ポリキャップやだねー、これ。これ、付けの面倒だね。ボールジョイントの方がいいや、俺は。このまま、あ、細く見える 細いかねああ、そうかもち、うん。バスケ部のやつはでかかった。そうね、あれっ,つっなんと、あいつはちっちゃいって言ってたけど、そうかもしんない。細いかもね。細いかなうん、細いかもな。そうかもしんない。<laughs> <laughs> えっと。えデスクトップあれだったんで全部消しましたよって新人に言われたときはざめました。 怒 <laughs> る激怒だよポリキャップあじゃなくてボールここにあれか F ってあるんだ肩マークに FF91 肩に F91 って両サイドにね書いてあるんで 左側に F って書いてあって、右側がああ、そういうことが、そうね、ぶカぶカ,カないの、そうね、ポリキャップはね。こんばんは。ラジオペンチはダメだろ。<laughs> ラジオペンチはダメでしょ。ニッパーはアルティメットがやっぱ一番いいわ。うん、これはほんといい。 いいんこういうとこ閉まんねんだよなつなぎ目になっちゃうんだよなよしよしよし新人にはまず電話対応を教えるんだよもしもしもっこりもこみち電話対応教えるよそうだよ教えるようわーま電話出ないからねビビって出ないからほんとに 俺もそうだったし <laughs>。忙しいふりしてた。ピンセットがおすすめ。逆三用ピンセットがおすすめ。ああ、そアホすぎて。デザインナイフでパーツ切って,て、手も切って、血だらけでした、昔。アロンアルファでつけたくなる。いや、アロンアルファなんか、いらない、いらない。あれ、なんか、いや、昔のプラモ。本当、あの、ガンダム放送時の、当時のプラモ、さ、あの、接着剤だけど、いらない、いらない。マジで悪いから、接着剤は。 間違えて俺買ってさ作ったときびっくりしたもんあれやだよ接着剤だるいよあとつく白くなって白くなるし二度としたくないね F F? これ F? 道具に凝り始めて超音波カッターも買おう電話対応波補スをにやらせておけってバッチャが言ってましたそう指紋がなくなる ああそうなんやっぱそうなんだ F よし FF F 肩のマークの FF? F? ちょっと斜めってるかなそうね そうだからね、これ、あのー、俺はいい、墨入れまででいい、塗装までいっちゃうと、もう、もう本当ね、部屋もないし、あのー、塗装ペースもないし、斜めになってる無理。い,いや、これ、もともと斜めなんだよ、これ。だって、位置が斜めなんだもん。んよ本当ああ、これでいいか。これでいいね。 パティで、そこまでやるか。つなぎ、まあ、つなぎ目なくしたりはね、あるけど。そう。木の机です、これは。えー、あ、そうだ。今何時 ?1 時半か。もう1時、え、もう1時半かなのあとじゃあ15分だけ ?11 時45分まで。全部は作れない。まあ、今日エアリアル作ったからいいわ。 あなんだあーでも首はこんな動くのああ意外と動くね首ねいらねえ絶対いらねえお城のやつ売ってたけどねあ首意外と動きますねこれねあ思ったより動くわほらこれちょっとぶかぶかあんまり取り外してやってるとブカブカになりそうだなヘルメット怖いなヘルメットスムーズに動く <laughs> ねえ、あと15分だけやるわ、うん。かっこいいね。やっぱかっこいいね、普及1ね。やっぱ顔かっこいいよね。顔ね。いいっすね。おなってきた。本当、ね、<F> だよ。気をつけないとな。本当だよな。 いや、面白いな。作ってるとね。面白い。あっという間に時間過ぎちゃうんだとで、本当が行ってました。マジなぞ。<laughs> あったね。結構そういうのあるよね？f。青かっこいい。白とガンダムで作って、来年の石坂浩二がやってる。ローガンズ2024に出品しよう。何それ？個人コインの f91 も結構好きなんですが、お腹もいませんか？<laughs> 紺色の f っってなんだっけ紺色あったっけえーっと、あったっけクロスボーンがなんかだっけスパラボに出てたかな石坂浩二がやって21、そんななんだ。えー。 あー、クロスボーのやつか。わかるわかる。スパロボ出てたな。あーあれもいいね。確かに。いいね。あ、そうなんだ。へえ石坂浩二プラモデー6時。そうなの。知らなかった。ガンプラとかやってないでしょ、多分あ、まだこんなにあるんだ。片腕だけでこんなにあるのか。ね、え、B の5。B の5。 B の5。5、これか。あ、そう、あ、あの人か。ああ、そうだ、そうだ。えぇ、ー。そういえば最近見ないね、あんまりね。<laughs> <laughs> なんだこれ。あ、だよね。そうだろうね。トップガンとか好きそう。 B の5。ここまで。これ切っちゃっていいのかな。ええ、あの人でもそういうの趣味なんだ。知らなかったな。これがサイドになるのかな。これが。腕も細いな。肩もちっちゃいな。細いというかちっちゃいな。いや、こんなにちっちゃいと思わなかった F91。 え近くね奥までしっかりとはめ込むこれをこのちっちゃいのこれえー、これでいいの今回いいのかこれ今ね左肩左肩やってますけどこれねここ今入れてみました中にね、う。ん 設定的に F91 から機体サイズ小さくなったんでしたっけらしいねそう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 今ねみんなで話してるこんなでもプラモもこんなちっちゃいと思わなかったよ <laughs> それ再現しなくてもいいのに <laughs> そこは <F 91? S 1> もうちょいでかくてもいいのに <laughs> ちっちゃいからスモール 8B、えー、の 21B の 21B の 21,、B 21, B 21 これか。B の21。もしね、あのー、あ、俺も作ってみたいなと思った人、言ってくださいね。あの、何がいいか。なんかいいのおすすめするわ。作りやすいのとか、あったらおすすめするわ。って言ってもさ、なんかかっこいいのを作ればいいんだけどね。自分でなんかこれいいなと思ったら作ればいいんですけど。 んーっと。ニューガンダム初代 FG 並べたら面白いかも。あー。そう、ニューガンダムはでも RG かなあ。今、あー、ハイグレードはこの間売れ残ってたな。あったな。ニューガンダムってあんま人気ないのかな。RG も売れ残ってたな、そういえばなー。星さんナイいやー、で,あれでかいんだよ。マジでかいから、あれほんと。 か、お、肩とかでかすぎるか、ジオングとかね、ネオジオングとか。やってらんないですよ、あんなでかいの。アンプラッテヨルアーとかの金型があるってことですよね。量産するあいのに。そうだよね、そう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 。ネオジオング、デンドロビウム、ペーネロペーですよ。あ、ペーネロもでかいんだ。人気だから、たくさん出荷してるんじゃないの。あ、だから、そうか、もうみんな行き渡ってる感じか。 B の29、これか。ちょっと見づらいかもしれないけど、すいませんね。あるの最高ンダムあるのあ、俺も2、分かるわ、それ。それ分かるわ。2、分かる。3、俺、1もいいけど、2だね。とりあえずが乗ってたやつだね。あるんだ。 今度は新しい配入は予約締め切り売りで出るの <laughs> 知らなかった。そこまで見てやがったわ。配入が出るんだ。これ、これを。最終的に万いやだ、絶対だよ。置く場所ないよ。これ、こうですね。こんなのが作れました。こんなのが作れました。胴体、関節かな 腕の関節かな ?B の43。B の43。こないだ10分10秒で売り切れたっていうあのネオジオングのやつ。バカでかいよ。クッソでかいよ、あれ。ハイグレードとか言ってたけど。超でかいよ。あんなの買わないよ。買うわけない。ないでしょ売ってんのあるの でもこれだけはやって、はやりが終わったら、ガンプラ福袋ができたりして、なんて。あると思う。もう、もうね。いやでもどうなんだろうね。再販やってるけど、こう昔のプラもこういう F90 とかそういうのあんまりないからな。デスマス、はねつけたやつ、ニワトリラフレシアのガンプラとしては存在しますよ。 あるんだあるのか。るしかもうかな。で、これに A の、そう、10秒で売り切れたって。いや人によって、なんか、5分もたなかったらしい。開始して、本当プレ版ってそうだよね。プレ版ばっかり作ってさ、欲しいやつ、なんかみんなプレミア版、ネット販売の限定版でしょ やめて欲しいよねもっとさ、店頭用に作ってほしいな。プレ版ばっかりじゃつまんないんだよね。A の1の20。ああ、腰が痛くなあやべ、肩痛くなってくる。そう、ね、そうそうそう。10秒で売り切れたってツイッターに書いてあった。ログインして、カートに押そうカートに入れるを押そうとしたもなくなってたって。開始して。 だだけだよね俺もそうだったからデスサイズヘル買った時そうだったプレバンで12時半スタートであ12時スタートでもう10分で売り切れてたもうお昼休憩中にログインしまくって連打しまくっていつもよか6個入れてて危なかったけど1個しかねえいやてかもう普通に半端でいいじゃんね店頭販売でねみんなに行き渡るんだからさ えーっと29人気,のやなんか人気のやつは本当れ売れ残るからね差が激しいよね、本当にガンダムだけなぜかすぐ売れ切れちゃうね<然>他のプラムは全然だけど,なだけどな鏡のようなカード <laughs> いや、連打しまくってでもそうしないと本当ね取れなかったんだよ 全然もうつながんなくて。ねえ、そう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 地方格差とか。地方格差、ああ、そうか。ギャ,かギャンはね、今度出る。4月13日出るから絶対買う。普通に店頭販売で再販あるから今度絶対買うわ。ギャンはね、作ってみたい。あのビームサービル持ってないギャンですよ。ギャン、なんだこれ。 上から見た図はこれです。上から見た図はこれです。どっちがどっちだ。え？こう、こうなの？え？どういうこと？上から見た図。一時オンラインで一分もたなかったけど、最近は大半派落ち着いたね。ガンプラ派まだまだ続きそうだけどね。えー、ナイキもそう、そうなんだ。ナイキもオンラインでやってる。えー、そうなんだ。 <laughs> 靴まで、そうなの。ナイキってなんかやっぱり今大人気なんだよね。みんなナイキ履いてるよ、外で。でマクロスもありますよ、プラもありますよ。あるよ。あと、桜大戦もあった。あとは、あと俺がね、デジモンとか仮面ライダー、ウルトラマンもあったな。ハイグレードのやつ。プラもね。 あそうなのナイキ買おうかな唐突に関係ない話題で申し訳ないが天国大魔境のみひめかわいすぎないか漫画全巻読んでるから断言できるけどアニメ化でもっと人気出ますアジさんかニューバランス俺はナイキとニューバランスランニングヨットあとまた違うやつ普通の革靴みたいなやつ天国大魔境の天国大魔境って漫画があるのか 桜大さんあったよ、あのロボット。あの桜、昔の主人公のやつが乗ってるやつ。天国大魔教が知らない。ごめん。面白そう。エヴァある、エヴァ買ってる。RG の買ったこの間。今度またなんか他のメーカーが出るたあ、出たんだ。え、天国大魔教って何だろう知らないの。ね今、そういうアニメやってんの今。 ある。全部ある。ポケモンなんか売れ残ってるよ。あるある。いっぱいあるよ。ポケモン。あと、鬼滅、鬼滅、あれ、プラモだったかな。あの竹の竹食え、加えてるやつ。あれもあったな。売れ残って、売れ残ってたっていうか、普通にあった。結構ありますね。だからね。バンダイ結構プラモ出してんだよ。その辺はちょっとないかな。見てないな。バンダイは出してないと思う。 これ分かんない、どうやっているんだ、これ。これが分かんない、このよ向きが分からない。どうすればいいんだよ。こうかな、これでいいのかな。何、天国大魔教って、アニメ今やってるの、アニメが。面白いの、それ。最近アニメ見てないからな。 天国大魔教っていうのは、ね、そう。あったんだよな、この間、普通に1個だけ残ってたら、もうつい、つえっ、ー、とね、そのね、4日後に行ったら亡くなってた、サイバスター。1個だけあったんですよ。あのホビーショップに。スパロボ系は今、アルトアイゼンと。 ナハトと、アルトアイゼ・ナハトと、キュッケバインか。それ持ってるな。積んであるな。<laughs> ポケモン買うポケモンとかで、ルボンプラムのニューフィギュアの方がいいかも。あ本当。ポケモン、でもなんか結構良さそう。不思議なねとか、イーブイとか売れのあの、売れ残ってたら、普通にありましたけど、結構出来は良さそうだったよ。簡単に組めるな。子供でも組める感じだったね。 あ,あそういういの買ってみる <laughs> 買ってみる、あ,とあ,とあったあったあったあとねあれ水星の魔女のあの女のパイロットの主人公とあと紙シルバーの女の子のタイツ履いたプラモもあったうんあったあったあとブラックマジシャンガールもあったプラモ,モあがほカカんとす,カ<ル>カ <laughs> すいません ブラックマジシャンガールのプラもあったちょっと気になったあれはかわいいかわいいのかなと思ったけどでもあそこまでいったらもう多分戻れないだろうな <laughs> ガールズ系のプラもやっちゃったらもう戻れないかな無理かな B の A の24と A の 24A の24これか戻れないとは えー、もうなんか違う領域行っちゃいそう、あの後輩みたいになりそう。乙女に美少女系のプラモも出したらもう戻れませんよって言われた。そうだね戻ってきて。買ったんだ。そう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 。それもう作るともう戻れない気に行きますよって言われた。俺みたいになりますよって言ってた。こないだ一緒に買いに行ったやつが。 あ、お前作ってんのって言った。はい。昔から作ってますって言ってた,た,とってってたない。あいい、ウマ娘ね。そうだけどね、別に。ウマ娘はあれ何なのあれバンダイから出てんだけどさ。あれなな、なん30なんか三十んとかシリーズっていうのあれ、なんかすごい人気あるでしょ今。その界隈では。あれもなんか結構売れ。 すぐ売れちゃうらしいね。はい、腕ができました。なんか向きが違うような気もするけど、いや、合ってるよね、これね。はい、えー、片腕できました。だよな。<laughs> F91 の、えー、左左肩、左肩で行きましたね。30ねパ30チパチミニッツ、30ミニッツって言うんだ。 こうなりますねこうこう,こ,うこんな感じ二細くね細いあまだつきてなかったまだパーツがあったわ <laughs> まだあった A の1の27まだあったわ <laughs> A の1の27これがどうりで細いと思ったよやっぱし笑 パーティーミニッツってん、ね、で、なんか女の子の美少女フィギュアのやつでしょあれ、バンダイが出してる。あれ、人気みたいで。あれね、そうそう、あれ目の前,あの前のやつがね、みんな買ってったな。前に10人並んでたのにみんなそれ買ってってたな。確か、あの美少女系のやつ。人気なのかなエロ系なのかなんかわかんないけど。A の26。A の26。どれだいこれか。 なんか俺、宝くじいってるみたいだな <laughs>。ビンゴやってるみたい、俺。A の26。A の26。どなたがいますかみたいな。ビンゴの発表やってるみたいだ。あ、そうなんだ。天国大魔教今からっていうのもわかんないかな <laughs>。ごめんね、せっかくなんか唐突に話題振ってくれたのに。 わかんなくてすまんね、さっきの人ね。こうか。どうりで細いと思ったよ、俺も。腕が。ここまででいいのかもっとか。いいのか、これで。こうか。どっちだ違う。こうか。 もっとはまるはずなんだけどな。ええー、なんでなにこれパチンといくはずなの。いったいったいった。ついた。ここついた。これね。<laughs> 結構力入れるな。はい。これできました。片腕ね。ちゃん、今度はちゃんとね、あの、どうここの汚い部分隠して <laughs>。できました。F91 のね。 左左側で行きました。<笑><笑>あともう型を作って終わる、今日は。<laughs> 面白いなぁ。これね、ほんと時間忘れちゃうんだよ。あっという間に2時間過ぎるんですよね、プラ持って。一回それでなんか時間もったいねえなと思って、それで一回プラもやめたんだけどね。あ、マジそんなにあ、マジか。ありがとうございます。 あー、どうしよう、ちょっとサクッといっちゃうか。もう2時間やばいな。P の C の2。サクッといっちゃう、サクッと。2時間ぐらいあって間に過ぎちゃうんだよね、ほんと。<当> 2>, 2が始まった。アニメ異世界ものアニメか。えー、っと、PC の3。 職場の休憩時間、使われてない会議室でも作り始めそう。うん、無理ですね。すそれはないね。それはない。お前何やってんだって言われる。高額なる、クビになるわ、本当。<laughs> そんなのできるわけないでしょ。<laughs> それはゲームでも同じだね。時間に関しては。本当だよ。サクっといきますかね。もうなんかえーのとか言わないからね。もうサクサク行くから。うん えーっと。できるわけないだろう。<laughs> 何言ってんだ、車用車録画されてんだからな、毎回。<laughs> えーっと、こうか。あるのアーマードコア。えー、あるのあれ。あれこそ細かいでしょ。めっちゃパーツありそう。アーマードコアで全部やってるけどさ。 あるんだえあこれ逆かこうか, <laughs> ボトムズとかあるんすかねあったあったボトムズあったよるあるよボトムズありますよレッドショルダーまではなかったけどだちょっとダサいやつとかあったよあったよ <laughs> あドライブレコードーあるからね録画止めちゃえばいいんだけどさ下手なことできないよね 車、うん、社用車、まずあんまり使わないし <laughs>。ンルもあるね、あ,あるね出てたね。何があるか大体分かっちゃうな、最近行ってると。ホビーショップとか行ってると、最近何が売れの,あ,のあるか分かるわ。<laughs> だってもう多分、ヨドバシかない。 どっちはヨドバシかなんかに顔覚えられてるよ、多分もう、店員に。またこいつ来てよお前、転売かと思われちゃうよ、そろそろ。しょっちゅう来てないか、みたいな。<laughs> しょっちゅうは言ってないけど。<laughs> 本当に顔覚えられてるかもしれない。だって普通に常連の人が、 あのプラも取り置きしてもらってたもんな。うん、エアリアルのときに。うわしかもこないだ、あのエアリアルさ、買いに行ったときさ、結局で、他のとこで買ったんだけど、ヨドバシで買えなかったんだけどさ。配信してます。で、エヴァ星さんも取り置きしてくれないかな。<laughs> 逆になんかそういう転売は終わったからそう91これね F91 の91こんなんです91ねこれ <laughs> であとは B の6そりゃあないなそりゃないけどまあ話したよりは結構 話したよ。なんだかんだ。話してますよ。いるときはね、なんか、たま、俺の方から話しかけて。あんまり、あれですね、すぐ売れ残っちゃう、売れ切れちゃいますね、つって。言ったよ、この、なんか話したよ。これを奥まで刺す。ここの穴なんだ、これ。これなんだ。いいのか。 これ,なこれ、な…なここれ…れん…どこに、どうやって使うんだ、これ。ああ、そうだね、0ジの時にね。ちょっとあの後ろ見て、あっ、あれあるんですね。ああ、ありますよ、どうしますかみたいな。とか、そこから、まあ、ちょくちょく。 結構俺話しかけること多いかもしれない。いい人には。<laughs> いい人にはね。いい人には。えーと、あと、B の244。B の44。腰痛くなってくるわ。前かがみになってるから。B の44。 今度一緒にお茶でっって行って行みなよそりゃいいですよ。そりゃお断りです。さすがに。そこまではいいや。そこまでは。店員と客の関係でいいわ。めんどくさそう。<laughs> B の 26? えあ、28か。28。 こういやーサクサク切れて本当にこのね多分楽しくなったのこのニッパーのおかげかもしんないすげえサクサク切れるのよこれ気持ちよく今までもうなバチンバチンだったからさ100均のニッパーだったからこんなにサクサク切れると思わなくてさニッパーって <laughs> これで多分楽しくなったかもンプラから始まるでもいいいじゃな 嫌です。女性とやったらいいですけど、男はいいです。<laughs> 男は興味ないです。<laughs> デジモンも1個ね、買ってるんだよね。そう、前に買ったんで、ウォーグレイモン試しに買ってみたんだよな。かっこよさそうだったから。積んでますけど。 やばいね。ほんとね。買いすぎたね。な去年ぐらいから勢いづいて調子乗って買いすぎたわ。うん、差別じゃないけどさ。そういうこと言わないでよ、うん。去年の9月ぐらいから配信できなくなってさ。暇すぎ。調子乗って買いすぎた。ほんとに。ほんと買いすぎたな。A の1、A の1の13。 A の1の 13, <laughs> 13。結局二次コースになっちゃうね。作ってるとね、面白い、ね、面白くなってね、ダメだね。もっとこう喋らなくちゃいけないなんかネタを振らなくちゃいけないんだけど。面白くて。<laughs> A の1の13と A の1の出費が多いのかないや、福袋の方が明らかに多いよ。 あれ多いよ。あっちだって。えあっち今年ぐらい5万いったんだっけ ?5 万。あっちの方が確実に多いですよ。ほんと失敗したな。5万もいっちゃったもんな。ほんと失敗したわ。うん、加減しないとって思いながらもさ、結局買っちゃってたから。5万いっちゃったからね。福袋ね。結局。 しかもそれまだね、売ってないんで、いや,あのやらないのは売,売りに行こ,うな行こうかなと思うんだけど、まだ行ってないんで、4月中には売りに行きたいな、まとめて。買う人いないでしょ。<laughs> 素組みで買ってくれる人いんの自分で作った方がいいだろう。<laughs> 逆だ、間違えた。えこうか。 クブない。終わった。からのごまん。そう。そうだよ。そう。本、う、当、ん、だよ。こ、こ、え？一体二百円なら買うよ。二百 <laughs> 円かよ <laughs>。マイナスじゃん。おれ。補給ラグの女性がいますきっと。これ違う逆だ。えー、っと。 これをこうよしこれ、た分ビームシールドのところ。シールドの部分ですね、これね。<laughs> えーと、あとは A、A の1の23、A の1の23。23、A、23 23これか。 あ、でもニッパー気をつけないとな。調子乗ってパチパチ切ってると、刃まで折れちゃいそうだから気をつけないとな。2時になってしまった。結局、まあいいや。初めての配信だし。ガンプラ配信だからまあいいや。プラモールいるんだったらね、ありがたいですけどね。情報交換とかしたいけどね。いるんでしたらね。 いないでしょうこれをこうしてこうこうかでこれをここかへえこんな狭いとこ入るんだこんな狭いとこにこんな狭いとこ入りますね しょああできた人た腕ねできましたこんな感じどうやったらこうぼやけないように映るんだろうなサッああ映った映ったある程度距離が必要なんだおふくろにしてんの本当に模型でほんとできんのみんなで見せ合いのどっかで集まってへえすごいね A の一応25そこまでいくとすごいですねだから本格的にやってんだなえーとあとはいいのかこれりいいのかと B の 37B <laughs> の十37七。カ詞スペース本当に すぐ、マジで。会議じゃん、もう。ガンプラ会議、プラモ会議じゃん、もう。そこまでするか。すごいな。そこまでいったら、作りたくなっちゃうな、さらにな。すごいな。 グミでオフ会に持ってくるやつ初めて見たって言われないでね行 <laughs> か,か,かないよ。絶対が絶対行かないよいいですねガンプラオフ会私はちょっとその日派予定があっていけませんが星さんはどうぞ楽しんできてくださいよ <laughs> 俺だけじゃん絶対行かないわねえそれこそ塗装とかやってないとさダメでしょ えーっと、A 1の A 1二28、A の1二28、どれだ ?28、これか。俺みたいにす、たぶん、すぐみプラス、すみれじゃ無理だよ、たぶん。レベルが違いすぎて。オフ会はあとね、トラブルになるのが嫌だから行きたくないですよ、あんまりね。何かしらもう、あの、あんま慣れすぎると揉めそうだから。特に女性関係とかで。 一回車でそういうことがあったからね、車の不快でね、めんどくせいことかもあったな,ないね。あ、そうなのあ、いるんだ。へえー。<laughs> まあまあ、ミ入れわかるけどさ <laughs>。車関係は立ち役そうだもんなうんめんどくさかったよ。んとあれで。 男性の中に、男性メイン多めの中に女性がぽっと一人入るとめんどくさい。もうほんとめんどくさいことになった。マ、ま、ジめんどくさいもん。だからやめた。行くのやめた。ああ、でもすぐみでもいるんだな。そういう人もいるんだね。いいですね。そういう中に入れるのはいいね。そうそう、そんな感じよ。そう、おたさーとかもまで行かないけど、女性がまあ3、4人いて、その中の一人はちょっと可愛くてね。 昔めんどくさいことになりましたね、それで。よしよしよし。えーと A、A の1を26。A の1の26 <laughs> 1>、の 26, 26。か。あと、夜行くのがもうめんどくさくなっちゃった。もしやそののを星3狙ってたの いや、狙ってはないけど、なんか、崩壊した。<laughs> 気まずくていけないみたいな。男同士でトラブってさ、崩壊したわ。何やってんだよ、と思いながら、俺より年上だったけど。せっかくグループとかで走ってたのにさ、崩壊しましたよ。あと夜行くのめんどくさくなっちゃってさ、毎週土曜行ってたんだけど、だからいつも土曜日配信休みんでたんだよね。 よーしできたーここまではできた今日の目標までできたエアリアル完成とはい !F90! ちっちゃい <laughs> こんなちっちゃいんだまぁ、あ、ちょっとわかりにくいけど。できましたね !F91 の胴体、腕。上半身できましたとりあえずね。何もまず墨入れも何もしてないけど。こんな感じです。ちっちゃいなぁ。 すげえちっちゃいわ。ほんとって <laughs> んなちっちゃいの。<laughs> エアリアルと比較しちゃうまた。また比較しちゃうのいいの最新のと。ありがとうございます。今日はここまでもう寝るんでね。2時超えちゃってるんでね。らこれよ。見てよ、ちょっとこれどう。<laughs> こんなちっちゃいと思うのああ、取れた。なにこれ。なんか取れた。ほら。こんなちっちゃいんですよ。ちょっとわかりづらいか。どうやったらいいかな。いや、ほんと頭とかもちっちゃいし。これに対してやるやるこれだからね。こうだからね。<laughs> 難しいな。しかもなんか取れたわ。 バックパック取れた。こうでしょ？これだよ。対、うん、して変わらん。大丈夫大丈夫。<laughs> 変わる変わる。変わりますよ。<laughs> こんなに違うんだ。背景に青パット引いてるから見にくいんじゃ？ああそれもあるね。まあそうね。あでもまあこんな感じよ。 じゃあ頭だけ、頭だけで分かるよ。多分頭取ってみようか。うん、はい。頭。これ一応、じゃあ胴体つけねってね、やりますけど。頭。エアリアルの頭、これ。<laughs> これ。<laughs> はい。<laughs> 全然、いやー、やっぱ、最新のはすごいなー まあ F91 がもとちっちゃいってのもあるけど、ちっちゃい設定だけど。結て、このデカさ <laughs>。こんな違うんだね。いやー。あ,あ、そうそう、エアリアのね、そう、ウエスト細いのよ、そう。全然違うね、うーん。角はね、まあ。あ、まあそうね。まあ、ちょっとこエアリアルの方が開いてるかな。 いやーこんな違うと思わなかったよ。こんなにか。よし。じゃあ、またね、次回ね、あのー、やるときに、今度 F91 作りますんで。今日はね、あの、エアリアル、完成しました。ついにね。 完成できました、これね。ウンマーゴサの範囲だからよし <laughs> 難しいな、カメラ映んねんだよな。まあ、こんな感じか。こんな感じ。こんなんですね。はい、ありがとうございました、夜中まで。結局ね、この時間になっちゃったよ。<laughs> まあいいや、初めてだし、今日は。 シャーザクよりもでかいかな。シャーザクと同等ぐらいかエアリアル。まあ、でかい。あ、エアリアルの方がでかいか。でかいな。f 9 0ゃはこれちっ,ちっちゃいなー、ほんと。全然 <laughs>。全然違うな。ゲームじゃないいいいこういうのもいいねそうね、たまにはね。これからもやっていきますよ。いやー、びっくりしたわ、このちっちゃさ。 ここまでちハイグレードでこんなちっちゃいの初めてかもしれない作ったのよしちょっと片付けよう <laughs> 何の音え何ピッピって何の音だえー、っと シャーザクどこに置こうか飾るとこないんだよな。どこに置こうかな。エアリアルはモニターの前に置いてるんだけどさ、サブモニターの前に。シャーザク飾るとこないんだよな。どうしようかな。そう、作っても飾るとこを確保しないとね、それが大変だよね。ガンプラって。 それだよな。天井からししましょう <laughs> 天井からいい <laughs>。絶対落ちてくる。地震とか絶対落ちてくる。大変なことになるわ。棚作りましょ棚ねーあ。ちなみにこのゴッドハンドニッパーさ、これなんかオイルかなんかさしたほうがいいのこれ。売って、そういうのあるのオイルニッパー用のオイルみたいな。 やった方がいいんですかねそういうのそんなしょっちゅうやらなくてもいいと思うけどあー壁にかー壁にかっ立てかけるかゴッドハンドニッパーなんて知りませんゴットハンドニッパーあるんですゴッドハンドニッパーアルティメットニッパーか あるんだあそういうのも買った方がいいのかなじゃあそういうのもあるんだやっぱりこんな感じですねよしじゃあありがとうございました、えー、次回はね木曜日はちょっと2日空きますけど次回はあのどゲームやりましょう よかった。やっと完成できた。やるやる。やっとだ、ほんと。やっと。やっと完成できた。買ってからずっと積んでたけど。よし。やっとできました。これをこうするか。こうか。重い。結構重いんだな、これな。あー。結構重いな、このバズーカ、ランチャーが。うん、はい。 ありがとうございました。じゃあ、次回またね、あのー、ゲームに疲れたときに雑談配信やります。こうやって。<laughs> プラモ作りね。なるべくでも、ちょっとやっていかないと、あのー、積みプラ崩せないんで、棚がね、開かないんで、まあ、またすぐ、ちまちまやると思う。<laughs> 疲れた時は多分やるかも。ゲームに疲れた時はこれやるかもしれない。 喋りながらね。べちゃくしゃべりながら。ペースは遅いですけど。F91 やります。次は。裏でもなんか一人で作ろう。はい。ありがとうございました。こんな感じ。かっこいいなぁ。後ろの,このバックパックちょっと見えないか。 いいな、かっこいいなあ。おですはい <laughs> さす。させるよ、うん、もちろんさせるよ。うん。あ、これはちょっとね、かっこいい。うん、満足,満足,満足度高いですね。85点とかそんぐらい。これは高いよ。満足度は高い。<laughs> 週3はゲームで残り週4はなんで振る振るかよ <laughs>。休み、休み。休みもないと死んじゃうよ、俺。疲れちゃうよ。横からの視点のカメラああ、そ横の方がいいのか。そっか。<laughs> あ、まあそっちは安物でもいいかな。うん。そんな2万もいらないから。 この今のカメラを1個下のグレードのやつにしようかなか。もし変えたらね。早朝ガンプラ深夜には無理です。無理です。仕事行くまで無理です。そこまでできません。ぜいいす、ね、ゼイスでじゃあ、こっちが眠くて死んじゃうわ。なんで行く前にガンプラ作ってんだよ、俺仕事行く前に。はい。じゃあね、ありがとうございました。 あのもしよければね、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。じゃあ、おやすみ。またあさって。あ、違う。木曜日。やります。もうちょいこれ。もうちょいこうだな。ああ、いい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 。こんな感じ、こんな感じ。うん。全体入らないけど。 横からのカメラかじゃあ木曜ねおやすみはいあ<ー>考えとこはちょっと、うん、お疲れ様でした頑張らどこはい <laughs> おやすみ, <laughs>、はい、やすみありがとうございましたじゃあ終わり